思いますえー、見えるように掲げていただいてはいそろそろよろしいでしょうか。 はい、それではありがとうございました。はい、それでは時間がありますので、これで写真撮影の方は終えたいと思います。ありがとうございました。えお席にどうぞお付きください。え、最初にですね、主催者を代表いたしまして、根本正規理事長からご挨拶させていただきます。理事長、よろしくお願いいたします。 自民党総裁選に立候補されました4人の皆様本日は悪天候の中、えー、この討論会にご参加いただきましてありがとうございます、えー、去年に続きコロナ禍の下での開催となりました、えー、今問われるべき政治課題政策課題は毎期にいともがりません、えー、この会が、えー、活発なそして、えー、骨太な議論の場となることを期待しておりますよろしくお願いいたしますえそれでは 登壇されていますす候補者の皆さんをご紹介させていただきますまず届け出順に皆さんから見て左から河野太郎候補よろしくお願いします岸田文雄候補、はい、よろしくお願いいたします高市早苗候補よろしくお願い申し上げます野田聖子候補お願いします それでは進行を簡単に説明させていただきます。2部構成全体で2時間です。第1部は候補者同士による討論です。第2部ではライブ配信をご覧の記者の皆さんから寄せられた質問を参考にして、クラブの企画委員が各候補者に代表質問いたします。 日本記者クラブの会員で、ズームからご参加いただいている方は、Q、Q&A 機能を使って、お名前、社名、質問を記入して送信してください。質問は第1部の終了予定時刻の15時少し前までにお願いします。候補の方々のテーブルには、進行についてのメモを置いていますので、ご覧ください。それでは早速、伊藤正幸企画委員の司会で、第1部を始めます。伊藤です。よろしくお願いいたします。 まずは各候補の主張を伺います。冒頭発言、テーマはコロナ対策とコロナ後の社会です。リーダーとしてどのような対策をこれから講じていくのか、どのような社会を描くのか、お一人2分以内でお話をしてください。この発言時間の管理はですね、皆さんの前にありますランプで行います。政治時間の15秒前になりますと、まあ、このように点滅をいたします。話をまとめ始めていただいて、完全に点灯。 下のと2分が経過ということになりますので終了になりますよろしくお願いいたしますでは届出順にお願いしますまず河野さんお願いしますはい、えー、河野太郎でございますあのおかげさまで、えー、ワクチン接種かなりいい調子で進んでおりまして11月の前半にはほぼ希望者打ち終えるのではないかと思っております 三回目のブースターについても必要な量は確保しておりますし来年になると生後6ヶ月の赤ちゃんから打てるワクチンというのが出てくる予定でもありますあのワクチンそれから年内に新たな治療薬も出てくると聞いておりますそれに加えてこの簡易検査キットこれを安く大量に政府が当手をして このしっかり検査ができる体制を作らなければいけないと思っております。今の病床について言えば、この必要な治療された方がだんだん良くなってきたときに、他へ移れない、ですからあの、最後退院するまで停滞してしまうと、ベッドが足らなくなりますんで、このベッドの上りと下りがきちんと調整できるようにしていかなければいけないんだろうと思っております。あの給付金を出したり あるいは自宅療養の方の健康管理のモニターなど、デジタル技術をしっかり使って、このコロナに当たらなければいけないと思います。このコロナで、コロナ禍で、やはりデジタル技術の必要性というのが認識されました。今までマイナンバーに反対されていた人も 結局、そのためにいろんな手間がかかって、行政手続き、給付金の支払い、遅れた、痛感されたと思います。しっかりとデジタル行政を入れることによって、集団でしか見えなかった行政が、こう見ることに、そして、プッシュ型の支援を行うことができるようになりました。あのコロナ後は、きちんとデジタルの力を借りて、社会を より便利により付加価値のあるものにしていかなければいけないと思っております次に岸田さんお願いします、はい、岸田文雄ですコロナ対策ですがコロナウイルス変異のスピードが早くゼロにすることは難しいと考えますしかしながら通常に近い社会経済活動は取り戻すことができると思いますしそれを目標といたします えー、鍵になりますのはワクチンと治療薬です、えー、11月までに希望者全員のワクチン接種を完了しそして年末までに経口、えー、治療薬の開発普及に努めそれを徹底的に支援をいたしますそしてその間は徹底した人流抑制とそして、えー、病床確保医療人材の確保そして何よりも数十兆円規模の経済対策を 全体像を示しながら、しっかり進めてまいります。そして、通常に近い社会経済活動を取り戻すことができたとしても、それを維持していかなければなりません。そのためには、ワクチン接種証明、それもデジ電子化したワクチン接種証明、あるいは、えー、っと大量のこの検査キット、 さらには国産ワクチン治療薬こういったものを用意しこの生活を維持してまいりますそしてコロナ後の社会ですがコロナ後においては格差の是正これが極めて重要になってきますただでさえ子どもの貧困孤独によって分断が進,むな進んでいたそれにコロナが追い打ちをかけました成長と分配の好循環による新しい 日本型の資本主義を目指してまいります。成長、もちろん大事です。しっかり成長をさせながら、それを分配してまいります。民間においても株主のみならず、従業員に対する分配、あるいは公的な分配ということにおいても、公的価格、介護士をはじめとする公的価格を引き上げるということで、分配を進めたいと思っています。 ではは高井さんお願いい、します、はいえー。コロナ対策につきましては、えー、治療薬、これを全国幅広くできるだけ普及させること、そして新型、えー、コロナウイルスのワクチン、また、えー、治療薬の国産化に向けて、まあ、特に生産設備、 に対してしっかりと投資を行っていくこと、それからまたあの現在お困りの事業主体、また生活困窮者の方をお守りするためにまあ、大胆な。 財政出動を行います、まあ、ちなみに、えー、米国は2021年度、このコロナ緊急対策として、約693兆円という、まあ、すごい金額を投入いたしております。でコロナ後でございますけれども、まあ、特に私は国民の皆様の命、安全を守ることを重視しております。リスクの最小化に資資する危機管理投資 にまあ大胆な国費の投入を行いますでこの危機管理投資というのは、えー、必ずまあ国内での需要に加えまして、そしてまた海外への、えー、同じ課題を抱える海外への、 展開にによりりままして成長投資にもなります土砂災害などの防災対策、それからまた、これからの気候変動に耐えうる土木、建築技術の開発、また情報通信機器の省電力化、かなり電力を送っていきます、それから安定的な電力供給体制。 また、サイバーセキュリティ対策を徹底的に強化すること、また、創薬力、薬を作る力、これを強化していく、国家予算としては、アメリカが日本の22倍と聞いておりますので、ここにもしっかりと投資をしていきたいと思っております。あと、医療提供体制の強化、これは公立病院の維持も含みまますししっかりりと対応をてまいります。 それでは野田さんお願いします野田聖子ですまずはじめに現況のコロナ対策、えー、まず様々な知見が積み重なる結果現在やはり一番不安なのは重症化であります、えー、重症化を予防するにはワクチン接種1回目を速やかに打っていただくことと そして2回目え、さらには3回目に向けて、万全の達成を整えさせることです。現実、9月の中旬から後半にかけて、えー、ワクチンの接種率はずいぶん伸びてきまして、70%、末には9月末には70%ということで、これは海外の先行している国がここで一つのターニングポイントを迎えるという大事な指標でありますので、そこに向けて全力を取り組むこと。そして、えー、重症化予防のためには、早期発見、早期治療。 今、酸素ステーション、抗体カクテル、まあ、様々な取り組みがありまして、さらにはステロイド等も、いろんな治療が確定してきています。まずはしっかりと、その受け皿を作ること。残念ながら、通常医療ではありません。風邪をひいたらかかりつけに行けるけれども、コロナウイルスは、 かかりつけけにいけないんですそこの狭間を危機の間だけは、期間限定、暫定的なサブホスピタルをしっかり用意して、軽症者、中症者を受け入れて重症化しないように、国が責任を持ってやっていく、まあ、そうこうしているうちに、今度、子どもが今、えー、置き去りにされているので、 ちゃんとした教育、そして友達との日々を過ごせるように、11歳以下のワクチンに向けては、望む人には積極的に投与できるような段取りをしていきたいなと、えー、やっていきたいと願っています、やります。さて、コロナ後なんですけれども、コロナ,コロナで見えてきたことはへこみですね。もともと弱かったところがへ,へこんでしまっている女性、子ども等々。これは多様性の原点です。 これをしっかりと立て直すために、えー、子ども真ん中政策で、えー、新たなパラダイムシフトを起こしていく、これが私のコロナ後の皆さんにお見せできるう政策です。皆さん、ありがとうございました。内一部、続いてですね、候補同士の討論に入りたいと思います。この討論の進め方ですけれども、順番にどなたか一人の候補を指名して、その人に対して自らの主張を交えて質問してください。そして指名された方は、これに回答していただく。 でこの回答を踏まえて、最初の質問者、改めてコメント、反論なり、あるいは追加、補足すべきことがあれば発言をいただく、いわばやり取りは一応復反という形を取ります。そして、えー、テーマですけれども、えー、私どもが想定していますのは、菅政権の評価、コロナ対策、政治倫理と政治の公平性、経済・財政政策、 対中国など外交安全保障、ジェンダー多様性、憲法改正、皇位継承、脱炭素、脱原発などエネルギー環境政策、この9つ、これを想定しています。ただし、この中以外からテーマを設定されても結構です。また、同じテーマで複数回、議論されることも結構です。テンポよく進めるためにです、ね、この回、発言はいずれも1分以内でお願いいたします。 制限時間の15秒前になりますと、先ほど同様、ランプが点滅いたします。このやり取り、これを参順します。つまり、一人の候補は3回ずつ相手を指名して、論戦に挑むということができることになります。質問する方、答える側も私が指名をしてからご発言してください。よろしくお願いいたします。それでは、この候補者投資の討論、順番を変えて、今度は岸田さんから質問をお願いします。 はい、討論するテーマを明らかにした上で、相手を指名して質問してください、どなたに何を聞きますかはい、えー、私は自民党改革につきまして、えー、野田候補にお願いしたいと思います。はい、えっと野田候補は、今、自民党の幹事長だ、えー、代理をおつ、代行,ね、代行を務めになっている、えー、要するに自民党の役員をお務めになっておられます。私はあのー 今回の総裁選挙を出馬するにあたって、国民の皆さんの中に大きな政治不信の声が渦巻いている、政治の信頼を回復しなければいけない、強い危機感を持って臨みました、信頼回復にはまず会より始めようということで、自民党改革を打ち出しました。その中そうした 強い危機感のもとに自民党改革を打ち出しましたが、今、党の役員を務めていらっしゃいます野田候補、この自民党改革ということについて、どのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただけますでしょうか野田さん、お願いします例えばこの総裁選挙、なぜ20人の推薦人がいるかどうかです。アメリカののの大統領の指線のようにに出出たたい希望がある人はあのどなたでも討論会に出て 自由に発言しそこから党によって選択されていくというあの自由な空気が必要だと思います、えー、次に派閥のあり方ですね今回も残念ながらそれぞれの個性よりもどの派閥が応援しているかということに終始しています、えー、後者にとっては残念なことです純粋な気持ちで自分の政策を貫こうとしているのに必ず派閥どこの派閥が誰を応援しているかというようなことが先に話題になってしまうことを私たちは 深く考えなきゃいけません。若い人たちは今回、これまでやっぱり派閥で選んできた候補者を自主投票にしようというムーブメントがありました、で、現在に至ってますが、将来的には派閥っていうのは、かつて小泉総理がおっしゃったように、解消していくことでもっと自由民主党の改革が進むんじゃないかと思います。岸田さん、いかがでしょうか、はいあのまあ、自民党について、まあ、派閥等いろいろな課題があるのは承知しています。 私はあの自民党を改革するにあたって、まずは組織の,このあり、えー、形、あるいはルール、えー、そのものからしっかり示していくことが大事だということで、えー、役員の,の、えーえー、と任期制限等、さまざまなことを提言してきました。小選挙区制度導入によって、えー、そのその政党の,この役員の,この権限、 責任これ、格段高まっています。にもかかわらず、党の運営、ガバナンスということでは、ほとんど改革が進んでこなかった、こういった点があるのではないかと思っています。そういったことで、出馬表明したとき、一丁目一番地に改革を挙げたんですが、自民党版のガバナンス行動改革、こうした委員会も設けて、しっかりと形として、制度として、自民党を改め責任、信頼回復に 努めなければならないと思っていますはいありがとうございました次は高市さんからの質問になります高市さん、はい、相手はどなたで何のテーマで質問されますか、はい、じゃあ、恐縮ですが河野候補にお願いを申し上げますテーマははい あの国民年金、えー、についてなんですけれども、あの基礎年金のこの全額、まあ、税金でという愛では、民主党政権の時にもあったかと、えー、思います、まあ、現在は2分の1ということなんですけれども、まあ、そうなりますと、かなり、えー、の増税になっていくんだろうと思うんですけれども、財源、えー、についてどうお考えなのか、お教えください。 基礎年金を最低保障のために使おうとすると、保険料ではできませんというのは、所得がなくて保険料を払えない人は、将来その分、年金が減ってしまいますから、あのまた、所得がたくさんある人も保険料を払うと、将来、所得があるのに、払った保険料の分の年金をくれ、当然の権利が。 出ますですから、最低保障にするならば、税金でやって一定以上の所得、あるいは資産のある人は申し訳ないけど、最低保障のところは払いませんよということにするしかないんだと思います。そうでないと、結局、少額の年金だけもらって、それでは食えないので、生活保護をくださいということになって、生活保護をお出しをするということになってしまいます。でですから最低保障は税金でやるその代わり資産 あるいは収入が一定以上ある人には、その分はお出ししないということで、おそらく金額はそれなりに制限できるものだと思っております。今は年金で出していない部分を生活保護で出している部分が相当あると思います。高橋さん、今の発言に対してどうぞ。はいあのまあ、現在、あの政府内で、まあ、厚生年金や国民年金、共済、えー、などですね、まあ、それらを、えー トータルで考えながら、まあ、年金のあり方、えー、負担のあり方を見直そうと考えているというふうに聞いておりますあの、まあ、こういった方法が現実的であると思いますしあの、まあ、全く一円も、えー、負担をせずに、えー、年金あの特にこの基礎年金部分をですね、えー、全部こう税金でまかないまたあのさらに 生活保護というものもございますので、まあ、ここもまた税金で、えー、ございます、あの少しあの制度的に、えー、無理があるんじゃないかなと、私は考えております、この年金制度の仕組みそのもの、えー、について、あのーまあ、大きな歪みが出てしまうんじゃないかと考えております、はい、次は野田さんからの質問になります。野田ささんんテーマと質問する相手は誰でしょう、はいえー、高市さんに えー、質問というよりは、えー、共有し合いたい部分があるんで、お尋ねしたいと思います。えー、ここで言うと、このジェンダー多様性になりますかね、あのー、高橋さん自身、お病気のことを告白されていますし、またあの私と同様、不妊治療のこともずっと以前から応援してくれています。まああのーまあ、完璧な人間はこの世にいないんですけれども、やはりいろんな負荷を背負った障害者とか、 まあ、例えばあの、社会的弱者と言われる人たち、例えば私たちは女性は永田町ではやっぱり弱者なんだと思います、数もないし、そしていろいろやっぱり女性ならではの背負いがあって、ここまで。 あるいはたたどり着けててきたのかなと思っています、まあ、そんな中で、私自身はあの障害児の息子を持っているから当事者なんだけれども、あなた自身がやっぱりこういう、うややもすると欠けたるその優しさというか、多様性について、自民党の中でどういう取り組みを心がけてくれているのか、またどうしていきたいのかというのを教えていただければと思います。はい あのまあ、いくつかございますけれども、特に女性ということで申し上げますとね、私たち女性というのは、あのかなり幼い時期から、小学生ぐらいから始まって、そしてまた年を重ねるごとに、かなり大きなホルモンバランスの変化によって、体調が変わってまいりますで、なかなかそれは職場でも男性にも理解をしていただけない。 つら、えー、いところでございます、そしてまたの40代、50代になってかかりやすい病気というのがございます、あの先ほど、野田候補がおっしゃってくださった、まあ、私がかかってしまった関節リウマチというのが、ま,あ、まさにあの50代ぐらいの女性が非常にかかりやすい、ただ、そういった知識を私たちが持っていないものですからね。うん 全然別のあの病院にかかっていたことで発見が遅れました。私はあの女性総合診療科というものをあのもっともっと増やしていきたいと思います。もうすでに設置されている病院もあるんですけれども、なかなかあの教育機関の問題、また人材の問題で全国的な広がりがありません。またあの障害を持つ方々に対して今の障害者の方々が働いていらっしゃる事業所の仕事がもう急激に 減ってます、まあ、特にあの飛行機の中のスリッパですとか、あとイヤホンを洗うとか、うん、それからのベッドあ、すいません、まあ、ベッドなどの,です、ね、あのクリーニングですとか、まあ、こういった仕事が減ってますので、まずはその事業所をしっかり支えたいと思っております野田さん、いかがでしょうか終戦後、自民党というのは、そういう人たちを寄り添う、そういう人たちをセンターに置いてきた政党なんです。 戦争から戻ってきた弔意軍人の方たちの自立支援とか、また夫を戦争で亡くした戦争未亡人への自立支援とか、これが今の障害者施策とか、一人親支援のもとになっているんですね、最近、それが見えないんです、非常に強い日本が強調される中で、強くない人たちがついていけない。 非常にこう、眉の中にある中で、私たち女性っていうのは、極めて政治の中ではマイノリティです、そういうところをやっぱりお互い、主義主張は違いますよ、でもそういうところを共有して、えー、本当に有権者、男女5割です、国民5割です、半分半分です、そこがの数の上でも同じになることで、政治のバランスって生まれてくると信じているので、共に頑張って戦いましょう。以上です、はい 次は河野さん、からどなたに、なんのテーマで質問されますか。はい、じゃあ、高市さんに年金で、あの先ほどの頂い,いたご質問の裏返しです、今の基礎年金は保険料で運営をしていますが、保険料を払えないぐらい所得の低い人は、今、免除ができます。しかしか免除されればその分は、 税金分しかもらえませんから、2分の1になってしまいます。年金金額、ただでさえ少ない基礎年金がどんどん減ります。保険料を未納にすればその分はもらえません。最低保障年金でありながらも、最低保障することが事実上構造的にはできません。そういうい方は結局将来 生活保護をもらううとといいことになってしまいます年金の制度の中ではいいのかもしれませんが、トータルで考えればそこも税金が使われる、つまり保険料方式で最低保障することはできない。 最低保障をするんであるならば年金であ、税金でやらなければなりません。また今の基礎年金は、2000万円の歳費をもらっている国会議員も、アルバイトで生計を立てている人も同じ保険料です、これはあまりに不公平なんではないでしょうか。やはり最低保障は税金でやらなければ、制度として成り立たないのではないでしょうか。高井さんいかがでしょうかあの、まあ、私は今のの日本の生活保護制度と いうものはとてもこれ重要なものであると思います、まあ、どうしても生活が成り立たないというときにもう少し堂々としっかりと福祉は福祉で受けられるこういった形を作ってまいりたいと思っておりますただこの年金制度というものはあのまた一方運用も行われております今非常にまあ株価も多項ございますけれども株価が上がることによって 財源も増えていく、まあ、そういったあの、まあ、一つのお互いに、えー、助け合いながら、そしてまた将来に備えながら、えー、ということで、まあ、現在、えー、いらっしゃる方が負担をし、また上の世代も支えというような形でさまざまな保険制度が成り立ってきております。まあ、私はこれはあの生活保護をまあ受けられるということになったら、えー、しっかりと、あの まあ、福祉事務所がです、ね、目配りをしながら、堂、え、々、ー、と生活保護を受けていただける、今、受けにくい、えー、環境というのがずいぶんございますので、まあ、そういった、えー、要件を外していくということで、よろしいんではないかと思います。 まあ、これ全額、<い>全額税金と、まあ、いうような形になると、井さんまあ、じゃ、どこで。でまあ、すいません、まあ、どこで、あのー、縛るのか、あの、まあ、どこで、その線を引くのか。まあ、非常に難しい問題があるのと、国民負担が増えていくと思います。河野さん、いかがでしょう。 あのこれまでは厚生省の年金局が年金制度を維持する、しかし、維持すべきは年金制度ではなくて、将来の年金生活を、若い人、あるいは次の世代の人たちの年金生活が維持されなければ、何の意味もないんです。今のように保険料でやりますと言って 保険料の納付率を上げるためにどんどん免除をしてしまえば基礎年金の将来のもらえる金額は減ります。それでも納付率が高いからいいんだというのが今の厚労省の年金局ではないんでしょうか。あの、構造的に保険料では最低保障の年金が出せないというのは明らかです。だからこそそれだけの高齢者世帯が生活保護をもらうことになっています。 同じことならば、むしろ生活保護の方がお金がいいからそっちでいいんではないか、完全なモラルハザードになっています。あのきちんと年金で最低レベルを保障をする、そういう制度を考えた上で、現役世代の所得を維持できる2階部分を作っていく、もう抜本的に年金制度の改革を今やらなければ、若い,若い人たちの将来の年金生活が維持できません。はい、これで一順で一す ええー、二、次に二、二巡目、二回り目に入ります。えー、発言時間一分間、ぜひともご協力をお願いします。えー、今度は一つずれて、高市さんからの質問になります。高市さん、どんなたに何の質問されますか。あ、私は先ほど質問を。いや、もう一回どうぞ。次のテーマです。あ、そうなんですか、はい。今度は、あの、高市さんが質問者になります。あ、はい。えー、あの、わかりました。 あの先ほど河野、えー、候補に質問を一度させていただいたんですけれども、えー、じゃあ別の,あの課題でお願いいたします。原子力発電所、当、まあ、面は再稼働と、まあ、おっしゃっていたということなんですが、まあ、その当面というのが大体あのどれぐらいの期間、何をもって判断されることかということと。 でまあ、私が先ほど、危機管理投資と申し上げましたけれども、まあ、非常にデジタル化によって消費電力量が、えー、急増していくことが、えー、予測されております。まあ、その中で、えー、将来的な、えー、具体的なエネルギー政策、基、ま、幹、あ、となるエネルギー政策についての見解をお伺いできたらと存じます野さん、はい、今の日本の原子力発電所、対応年数40年。 運転延長しても60年ですだん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 、対応年数が来たものは廃炉にしていくということになれば、原子力は緩やかに減ってまいります。その間にやらなければいけないのは、この気候変動対策でカーボンニュートラルを実現するということですから、まず石炭、石油の発電をなるべく早く止める、天然ガスも、そういつまでも続けるわけには残念ながらいかないというのが現実だと思います。そうするとと残された選択としてまず省エネで エネルギー消費をどこまで減らすことができるか、今回のエネルギー基本計画にも、再生可能エネルギーの最優先の原則というのが盛り込まれました。再生可能エネルギーを伸ばしていくこと、これはエネルギー供給を増やすだけでなく、日本の新しい産業にもつながってまいります。その足らざる部分は原子力を再稼働して補っていくしか、他には方法が今のところはないんだろうと思います。この再生可能エネルギーをしっかりと伸ばしていく、日本の経済の新しい目にしていく。 そういうことになるんではないかと思います。高井さんどうぞ、はい あの私はむしろ、これからの、えー、安定的な、まあ、エネルギーということで、ま,あ、まずは一番近いのが、えー、日本企業も参加して、アメリカなどで開発をされている、まあ、SMR、まあ、小型炉心のものでございますけれども、これを、あのー、やはり安全保障上、この間もあの石川県沖にです、ね、ミサイルが落ちましたので、地下に立地をすること、まあ、その次の段階で、 これは、まあ、あのウランとプルトニウムが必要であり、まあ、燃料が重水素とトリチウムということになります、また高レベルの放射性廃棄物を出さない、えー、核融合炉、まあ、ここにしっかりと研究開発費を投入していくべきだと考えております。まあ、これが日本の,あの産業の安定、安定的なエネルギー供給につながっていくと考えております、はい、次は野田さんの質問になります。野田さん どなたに、何のテーマで質問されますかそれではあの岸田候補に、私が抱えて掲げているのが、パラダイムシフト、弱い人とか、弱いとい思われている子どもだったり、小さき者だったり、そういう人たちを主役にすることで、この日本の閉塞感、世界一の少子化、高齢化と言われている国のやっぱり逆襲をしていこうとあの思っています。 その中であの、岸田さんのグループにいる女性議員たちは、優れて優秀なあのお子さんを育てながら国会活動している、まあ、国光さんとか片藤子さんとかいるわけですけれども、えー、聞,く聞く力というのが岸田さんの,あの売りであります、彼女たちは相当前からこのことについて、まあ、私以上に現役世代のママとして取り組んでいるんですけれども、残念ながら今回、岸田さんの一丁目一番地にはなってないんですよ。 でチュルドレン・センタード・ポリシーというのは、世界で初めてなんですで、その原動力になってきているのは、まさにあの岸田さんの会にいる女性議員たちがここまで引っ張ってきた仕事です、これについて、えー、優先順位が低いのはなんでなのか岸田さん、はい、どうぞあの確かに項目として目立たないのかもしれませんが、えー、私はこの子ども、あるいは子育て世代に対するこの支援、 この重要性は、あ,のあちこちにこのこの盛り込ましていただいています、まあ。そもそもこの子ども、あるいは家庭に対する公的支出、まあえっと、GDP でいきますと、この世界平均の日本半分程度だと言われています。まあ、こういった状況に対して、日本は考えをしっかり整理しなければいけない。とということで先ほどの,あの まあ、経済対策の中にあの今回の経済対策の中にも、中間層への支援,支援ということで、うん、子育て世代に対する、えー、教育費、あるいは住居費、こういった支援、まあ、これもおおお盛り込ませていただいていますし、そして今、党において、えー、議論になっています、えーえー、と子ども庁の議論、まあ、これもこれをしっかりと応援しなければいけない、こういった議論だと思います。うんえー、そして何よりも野田候補と一緒にあの出産費用の、うん この支援については共に共同代表として仕事をさせていただいています私、えー、はこの先ほど言いました、えー、世界的な水準から考えて日本の子ども家庭に対する支援しっかりやっていく、えー、少子化に向き合っていく大事なことであると思っています野田さんいかがですかありがとうございます実はそこが問題で今まで様々な省や いろんなところで子育て支援とかやってるんですけどそれが連携が取れてないんですね、バラバラで、気がつくと隙間事案とかいっぱいある、まさに岸田野田で頑張った消費者庁と一緒のコンセプトです、消費者行政というのが、あの庁を作ることによって、国の経済の柱になってきています、同様にこれからは子ども、これは先行投資なんですね、日本が大丈夫なんだと、持続可能なんだと、サステナブルなんだという国になるということを見せる一番大きな肝なんですね。 ですから、そこはあのいろんなところに支援するじゃなくて、集約させて、福祉、教育、そしてまあ不妊も含めてね、トータルで、そして子どもの出自をしっかりとあの権利を守れるようなデータベースなんかを作る大事な拠点だと思うんで、ぜひ、今一度、一丁目一ベンチにしていただきたいと思います、はい。 え次は河野さんの質問になります。河野さん、どのあたり、何のテーマで質問されますか。はい、それではあの岸田さんに同じ質問です。はい、あの基礎年金、最低保障年金であるべき基礎年金があ保険料で行われていると当然保険料を払わない、あるいは 免除された方は将来の年金が減って、基礎年金がまあ今、本当に最低保障になっているかどうかという議論は置いておいても、その最低に必要な年金の金額が保障されないということになってしまいます。そうすると、この制度を続けていくのがいいのか、あるいは最低保障の年金部分というのは、構造的に税金でやらざるを得ないのではないかと思いますが、あのご意見を伺いたいと思います。 岸田さん、はいまずあの、年金の問題については、支える側と支えられる側のバランスです、これ,これを考えた場合に、税であっても保険料であってもです、ね、このアンバランスをしっかり考えていかなければいけない、これは同じだと思っています、そして、河野、えー、さんがこのおっしゃった、先ほどの説明聞いてて思うことですが、あのねえー、っと年金、 えー、年金の,この生活をまあしっかり守らなければいけない、これは,のそそれはその通りだと思うんですが、やっぱりこれ、制度としてこれ税を使った場合にです、ねえーっとか、確か民主党の時七7万円の最低保障年金の議論があって、我々ずいぶん攻撃しました、あれ、確か8%税率、消費税を上げなきゃいけないこれは不、これは事前不可能だと言ってきました。 ですから、税でやるとした場合に、これ実際何パーセント上がるのか、これは一つ議論あの考える際にしっかり示して議論することは大事だと思っています。この点について、ぜひ、えーとえー、はっきり、えー、お答えいただいた上で、えー、考えていきたいと思っています。小、はい、野さんいかがですか。あの今の 基礎年金の議論は、年金だけを考えて、何パーセントいいのかどうかという議論をしてますが、実は基礎年金で生活できない方は生活保護をもらっている。 あるいは生活保護の申請もせず、苦しい生活の中でやってらっしゃる方もいらっしゃいます。そういう分を考慮せずに、今もらっている、今出している基礎年金の金額と、それでは最低保障年金になったときに金額が多い、少ないという比較は、これは必ずしも正しくありません。また今は基礎年金 どんなに所得が大きい、どんなに資産がある人も、保険料を払っている以上、もらうことができますけれども、高齢者でも所得1億円の方に最低保障年金を出す必要はないと思ってます。資産が1億円ある人にも出す必要はおそらくないんだと思います。どういう人を対象にどれだけの金額を出すのか、それによって、今、生活保護なり、生活保護方の医療費の免除でどれぐらいのお金が出ているのか、それをしっかりと考えた上で議論しなければ、今、単に に将来保険あの、お金がもらえなくて、年金がもらえなくて苦しい生活をしている、あるいは生活保護をもらっている人をそのまま野放しにしているだけに終わってしまいます今度は岸田さんの質問の番です。岸田さん、どなたに何のテーマで質問されますかはいちょっとあの、恐縮ですが、まあ、あの今の議論について、年金の議論について、今度候補にお伺いいたします。あの これ、まあその税税、税方式の最低保障年金を、まあ、導入する、まあ、そのことについて、まあ、先ほど、この具体的な数字をお示しいただけないか、あーこういったことを申し上げました。 これについて、この消費税の税率と、この数字を少しイメージ、教えていただけないかと思っていることと、それが税方式に切り替えた場合に、従来の負荷方式で、この、えー、っと保険料を払っている、この現役世代から言いますと、これ、この転換期において、これ、二重の負担になると、ね、かなりの混乱を生じることになるのではないか。 現実的な切り替えということを考えた場合にどうだろうか、私は今の厚生年金のこの制度をできるだけ広げる形で、この多くの人たちをこの取り込んでいく、こういった方式を考えています。ちょっとその現実性ということ、それから具体的な消費税の数字、これを少し教えていただけませんでしょうか河野さん、いかがですか。 あのこれはどれぐらいの年金をどういう人を対象に支払うかによって、税金の必要な額が違います。今の基礎年金これ将来的には 基礎年金にもマクロ経済スライドが入っていって、どんどん金額が減っていく中で、果たしてそれで、えー、老後の生活が最低限保障できるのかというと、多くの人がそうではないということをおっしゃるんだと思います。ですから、どれぐらいの年金金額を、どれぐらいの収入が他にある人に、あるいはどれぐらいの資産がある人にお支払いをするのか、それに対して、それではあの税と言ったときに、これ一般的な税の議論をしたんでは、どんどん年金金額を上げ 上げろということになってしまいますから、仮に消費税にすれば、これぐらいの負担になりますよということをお示しをして、それが多いのか少ないのかという議論をしなければいけないと思っております。あの二重の負担、これは2階部分をどういうふうにするのか、積み立て方式にするならば、当然二重の負担が出ますが、二重の負担は1つの世代で召喚すべきものではない。 広く長く負担をしてもらうものだと思いますので、特に問題は起きないと思っています。木田さんいかがですか。はい。あのやはりあのこの、えー、実現可能性ということについてもう少し詰めていかなければならないと思います。私はできるだけ幅広くこの社会保障をのこの網を広げていくこういった考え方で <laughs> 今現在進められている厚生年金の 制度をできるだけ広げるという方向で考えていますが、やはりその中で、河野さんが新たな提案をされた、その提案の実現可能性ということで、例えば7万円の最低保障年金、民主党の最低保障年金ですら8%の消費税の引き上げが必要だということになり、我々は徹底的にそれを攻撃したわけです。 それとの関係も含めて具体的な数字をしっかり示して実現可能性先ほど言った制度の意向と合わせてですねもう少しご説明いただくことがこの議論にとって有益なのではないかと思っていますはいこれで各候補二回ずつ質問しました三順目最後の質問に入ります今度は野田さんから質問してもらいたいと思います野田さんどなたに何のテーマで質問されますか河野太郎さん エネルギー政策について、えー、お話をいただきたいんですけれども、かつてあの小泉純一郎総理が郵政民営化ということで、すさまじい選挙をされました、あの国中熱狂しまして、まあ、私は半面に行って大変苦労したんですけれども、えー、小泉総理はその郵政民営化で選挙を勝ち、速やかに民営化に向けてスタートを切るわけです。 ちょっと前まで河野太郎さんのイメージはそことだぶっていて、やっぱり脱原発、河野さんになったら速やかに原発が止まってなくなってっていう印象を国民の多くは持ったと思うんですね。 でそれに対してやっぱり原発に対して恐怖や懸念を持っている人にとってはすごく嬉しいことだったと思います。で最近、ちょっと私もそこからずいぶん修正がされたのかなと、それは結構なことだと思うんですね、なぜかというと、私はやっぱり生活者の一人として、人工呼吸器を使っている人間なんですよ、まあ、息子が。やっぱり安定供給っていうのを保証できないことは、私はやっぱりあってはならないと。 電力に関してはだからそこについて、ぜひ今、どうお考えなのか、総理になったら速やかにその過去の発言を実行してしまうのか、それについて聞かせてくだささい。近藤さんあの。福島で事故が起きたときに、私、党本部にいましたけど、その場にいた人、みんな私の方を向いて、お前の言ったとおり、事故になったなって言ったんですけど、私、そんなこと言ったこと、一回もありません。 あの私が言っている脱原発は、耐用年数が来たものは速やかに廃炉になる、緩やかに原子力から離脱していくことになると言っていることだけでありまして、あのそれ以外のことではありません。ですから、先ほどご説明をした、 化石燃料をまず止めなければいけない、省エネと再生可能エネルギーを増やしていって、足らざるところは原子力で補うけれども、この原子力の耐用年数の間に再生可能エネルギーを増やしていかなければならないということをずっと申し上げております。あの以前、北海道のイブリでしたか、地震が起きたときに北海道、停電になりました。あれは大きな 発電所に依存をして、そこに問題が起きたときに大きな停電になった、つまり大きな発電所に依存をしていたら安定供給ができるかというと、そんなことはないんです、再生可能エネルギーのように、広く拡散した発電能力を持っているということが、いざというときの安定供給にも強いということを言えるんだろうと思います野田さん、野田さん、いかがですか。 私はあのポートフォリオといって、やっぱりエネルギーというのは安定,が安定供給が前提だと思ってて、その時代にあるものをしっかりとこう形にはめていく。その中でで…私はあの今までその 原子力発電があの主であるという中で、私のライフワークである地熱発電というのは、なかなかこう皆さんに注目してもらえませんでした、ようやくここのところあの、河野さんのおかげもあるのか、地熱発電についての,あの経産省の積極的な動きが見,、えー、見えてきているので、やっぱり、えー、そういういろいろなことを考えていく、再生エネルギーとか考えていく、まあ、地熱は世界埋蔵量3位ですから。 事情人にお願いしなくても、自分の国にあるという。そのエネルギー。ただ、なぜかそれがそのお金がかかるとか、何とかかんとか理由をつけて進まなかった。こういうのはやっぱり是非進めていければと思っています。え、はい、次の質問は河野さんです。河野さん、何のテーマでどなたに質問されますか？はい、あの、それでは今の裏返しで。野田聖子さんに。 あのこれまで再生可能エネルギーを増やすことができなかったのは、これは原子力発電に重きを置こうという力が働いていた、再生可能エネルギーに対する投資ができなかったのは、そこが見据えることができなかった、例えば九州は再生可能エネルギーが今、無保証で出力抑制が行われています。しかしか実際は九州管内にある石炭を止めて えー、再生可能エネルギーを利用すれば、無保証の出力要請というのはしなくても済む、しかし残念ながら、昔ながらのルールが適用されて、出力要請が行われているというのが現実です。今回のエネルギー基本計画の中で、再生可能エネルギー最優先という原則が打ち立てられて、地熱発電についても環境省が立場を変えて、うんうん、国立公園、国定公園の中でも、 一定ののルルーでルで開発するるこことができるととがきいうことになりました野田さんおっしゃるように、地熱のポテンシャルはアメリカ、インドネシアについて世界第3位の安定供給源です、そういうことを考えれば、あの原子力に頼っていく、これ、将来も野田さんは原子力に頼っていった方がいいと思ってるんでしょうかかか野田さんいかがですか私はとても現実主義者で、やはり安定供給がきちっと 担保できるというポートフォリオ、今のポートフォリオ、まあ、これ、毎年進んでいくんでしょう、まあ、メタンハイドレードもありました、天然ガスもいろいろその都度やはりしっかりと見直していくことが国民への安全安心の提供だと思っていま河野さん、いかがですか。 はいあの、原子力発電のコストが見直されて、再生可能エネルギーの方が安いということが明確になりました、これは専門家の方々が以前からおっしゃっていたことで、これにさまざまな再生 再処理工場の廃炉コストなどを入れればおそらく原子力のコストというのはまだまだ高くなってくるんだろうというふうに思っておりますもう世界中で再生可能エネルギーのコストが一番安いという国がどんどん増えていますおそらく日本もこれからもそうなっていくさらにその差は開いていくんだろうと思いますし原子力の産業というのはあまり先が見通せない その中で再生可能エネルギーというのは、日本初の新しい技術が出れば、それは世界中に日本から出していく、日本の産業が新たに育っていくということになります。そういうことを考えても、今度のエネルギー基本計画が明確にうたったように、再生可能エネルギー最優先の原則で、日本のエネルギーはやっていかなければならないんだろうと思います、はい、次は岸田さんが質問です。岸田ささんどの辺りに何のり何テーマで質問されますか、はい すいません今、エネルギーの議論があったんで、恐縮ですが、あの河野さんにちょっと,あの、えー、っとエネルギー政策について、ちょっとあの追加で聞かせてもらいますあの。まず、2050年カーボンニュートラル、私もそれは共有します。でクリーンエネルギーを用意しなければいけない、そして再生可能エネルギー、最優先である、これもあのお,おっしゃる通りです。なおかつ今回そのクリーーンエネルギーの この一つのつ選択肢として、えー、原発の再稼働、これも認めるということをおっしゃった、もうこ,ここもうこのなるほどと思います。問題はです、ね、その先でありまして、原発の再稼働を認められたわけですが、一方であの核燃料サイクル、これ、止められるということをお,おっしゃったと聞,聞きました。この点、これは両立するものなのかどうか。 この点については、いかがでしょうか河野さん、はい、あの今の原子力発電の最大の問題は、この核のゴミの処理が決まっていない、つまり使用済み核燃料プールが再稼働すると、早い時期にいっぱいになってしまいます、そうなると原子力発電所が止まってしまいます。今までは この青森県の再処理工場の原材料プールに移動するということで、使用済み核燃料プールがいっぱいになるのを防いでまいりましたけれども、えー、再処理をしてプルトニウムが出てきても、その使い道が今、なかなかありません。本来は高速増殖炉でそれを燃やすというのが えー、この何十年だらいの政策でしたけれども、高速増殖炉門柱が廃炉になりました。えー、使い道はモックスということになるのかもしれませんが、今のモックス燃料はヨーロッパにある日本のプルトニウムを使って生産されています。青森県で再処理工場を起動しても使い道がありません。あの六カ所むらえら青森県にはもういろいろとご協力をいただいておりますから、その地域のご理解をしっかりといただいた上で。 今後のことを決めていかなければならない時期に来ているんだろうと思います岸田さんいかがでしょう、はいあのえー、と使用済み核燃料の問題があるこれはその通りですただこの核燃サイクル止めてしまうとあの核燃サイクルによって除去される高レベルのこの核廃棄物これはそのままということになりますあの再処理してこの 再処理しますと、廃棄物の処理期間、これ、300年と言われています。高レベルのこの,この核廃棄物、これ、直接処理しますと、10万年、これ、かかると言われています。この処理の問題をどう考えるのか、さらに言うと、これ、核燃料サイクル止めてしまいますと、プルトニウム、これがこのどんどんと積み上がってしまう。 これは日米原子力協定をはじめです、ね、日本のこの外交問題にも発展するのではないか、この点についてどう考えるか、ずっと核燃サイクルを止めるということになりますと、別の問題がずいぶん出てきてしまうんではないかなと、私は思っています。はい、え続いて、高市さんが質問になります。はい、高井さん、どんな辺り何のテーマですますか。はい あのじゃああの野田候補にまああのぜひ応援をしていただきたいというまあ政策について質問いたします。まあ7年前に政調会長だった時に。 えーまあ、厚生労働省の方でまで、あ、できなかった話なんですけれども、今、介護や育児をしながら働いていらっしゃる方が非常に多い中、あのベビーシッターや家政士の利用について、まあ、いずれもあの当時は国家資格ではありませんでした、今もそうなんですが、国家資格化するということを前提にして、まあ、この利用代金の一定割合を税額控除する、ま,あ、またはあの、まあ、地方に対してお金を出してですね、まあ、クーポンで賄 対応する。まあこの取り組みをどうしても今回は進めたいんです。であのこの国家資格化っていうのはあの省令で、えー、できますよね。ですからまあ厚生労働省でまああのパブリックコメントの期間も、えー、考えながら省令変更をしていただいて国家資格化した上でまあ税額控除を行うというプランがあるんですがいかがお考えでしょうか。野田さんどうでしょう。私はあの十六歳の時にアメリカに行きました。 まあ英語喋れないんで、アルバイトで、例えばスーパーとかで働けないんで、私がしていたアルバイトは、あの牛の乳搾りと、あとベビーシッターなんです。<laughs> で確かもう50年ぐらいあ、そんな前じゃないな、<laughs> 約,約40年ぐらい前としてで、確か1時間1ドルもらってました、で隣の子供の赤,赤ちゃんいるところに行って、2歳,3 2歳ぐらいの赤ちゃんに、何時にそのこの缶詰のパスタあげてねみたいなことを言われて、夫婦がその映画とか行くんですね。私のベビーシッターの原点はそこにあるので、あまりガチガチに資格を取るということになると、 あの非常にその何かあるとすぐだめだとか、そういう,こう柔軟性がないと思います、東京都では多分小池知事がすでにそのクーポンかなんか出していて、その役所の人なんかも利用してて、便利だっています、値段を引き下げることが大事かなと思います。高さ、うん、はいかがでしょう まああの7年前にだめだったというのは、これは国家資格ではないので、税額控除の対象にはできないという理由でございました。まあ、その後、内閣府のほまで、少しあのそういう制度ができたんですが、それは事業者が申請してくれたら初めて使える、補助を受けられるというものでございました。でまあ国家資格が前提ということになりましたら、省令改正で,できますし、税額控除になると、 ま非常に多くの方が利用できるのでまな、あ、んとかこれを実現したいなと考えておりますーはい、えー、候補者同士の討論これで3巡終了いたしました皆さんご協力ありがとうございましたこれで第1部を終わります総合記者への小栗さんよろしくお願いしますはいそれではこれから第2部に入ります 第2部では当クラブの企画委員が会場から寄せられた質問を参考に代表して各候補者に質問いたしますお答えは原則として1分以内でお願いします15秒前になりましたら先ほどと同じようにランプが点滅しますそこで発言を締めくくるようにお願いいたしますなお質問によってはですねイエスノーなど簡潔にお答えいただく場合もあるかと思います、まあ、限られた時間を有効に使うためですのでご理解いただければと思います それでは代表質問者をご紹介いたします。候補者の皆さんから見て、左から小竹博之さん、佐藤千夜子さん、橋本五郎さん、坪井譲さん、 なお第1部では公平性に留意したルールで進行しましたけれども、第2部ではニュース性を重視して質問させていただくことになりますので、まあ、皆さんに同じ回数の質問がいくとは限られません、あらかじめご了承ください。それでは、代表質問お願いします、えー、それでは最初に、政治的な基本姿勢についてお伺いし、それから各論についていろいろお聞きしたいと思います。まず最初にに、まあ、届け順に河野さんから お聞きしたいいと思います菅政権、大変な期待のもとにスタートしたんですけども、わずか1年で退陣せざるを得なくなりました、おそらく一番大きなこれは理由は、コロナ対策がうまくいってないと国民に思われていたと,ということだと思うんですよね、そのコロナ対策の重要な一翼を担ってた河野さん、それに対してどう責任を感じておられるのか。 それからもう一つ、この失敗から、まあ、あえて失敗と言いますけれども、この失敗から菅政権の何が悪かったのか、そこの分析なしに、これから政権担当しようとしても、なかなかまた同じつ,つまずきをしてしまうということだってあり得ると思うんです、その辺はいかがでしょうか。はい、ありがとうございますあの。私が担当していたワクチンの接種 これはスタートが数ヶ月、世界的に見ても数ヶ月遅れでしたけれども、非常に順調にいきました、アメリカと1回目接種ではもうアメリカを抜き、おそらく昨日今日ドイツと肩を並べるところまで行ったんだろうと思います。あの ご協力、ご尽力のおかげだと思っております。あの当初の想定されたやり方では、ここまでいかなかったんだと思います、もうさまざまの上げ下ろしまで、厚労省が通知で指図するということでスタートしておりましたが、もうそれではとてもできないというんで、それをみんなこう排除して、創意工夫にお任せをするというやり方にしたのが良かったんだと思います。 あのコロナの他の部分についてもあの、河野太郎に逆にお任せをいただいて、えー、しっかり前、進めていきたいと思ってます。欠、えー、けていたのは、やはり丁寧に説明をする、情報をもとに丁寧に説明をするというところが、残念ながら欠けていた、そこはしっかりやらなければいかんと思います、はい、それでは岸田さんにお伺いします。まあ、岸田さん、最初にいち早く手を挙げられました、もう8月26日でしたか。 でおそらくこの時に、えー、まだ菅さんが出ないということではなかった、あくまでも、まあえー、菅政治が良くないから、自分が出るんだと、変えなければいけないんだと、トンウェイも変えなければいけないと,ということで、手を挙げられたと思うんですけれども、一番、今もちょっと河野さんにお聞きしましたけれども、一番良くない点は何だと思います。それを自分だったらどううしようと思います。はい。 あの具体的な政策については先ほど申し上げましたが、基本的なこの姿勢として、2つ課題があったと思います。1つは、この国民に対する丁寧な説明、そして楽観的な見通し、この2つが課題としてあったと思います。その説明部分については、やはり国民の皆さんの協力をいただかなければいけない、協力をいただくためには、納得感がもう必須であると。 この納得感のある説明、結果だけではなくして、必要性、あるいは決定に至るプロセスなど、これ、丁寧に説明する。この文にこのここ、ここに課題があったと思います。もう一点は、やはり、えー、危,機危機管理の要定は、最悪の事態を想定することだと思います。多分これで行くだろうでは、戦いにならない。やはり、最低の、最悪の事態、これを想定して、 事態に当たっていかないと、結局、国民から見て、後手後手に回ってしまっている、そう見えてしまう、こういった点はあったんではないか、この2点は基本的な姿勢として、しっかり考えていかなければならないと、私は思っています、はい、じゃあ、高市さんにお伺いします。高市さんは、安倍政治の継承、さらに発展ということを強く打ち出されています。一方で 安倍政治にはまた、まあ、盛りかけや桜の問題をはじめ、こ、ま、の、あ、負の遺産といいますかね、負の部分も少なからずそれはあったと思うんです。そこから一体何を学び取ればいいのかということをお聞きしたいと思います。はいあのまあ、よく安倍政治の継承と言われますが、はいまあ、私が打ち出しました日本経済強靭化計画は、まあ、かなりあのアベノミクスの三本の野党は、 内容をことにすするものでございます、まあ、ただし、安倍総理とは国家間は非常に近うございますし、さまざ、あ、ま一緒にやってきた政策があると、えー、教育問題などもそうでございます。でも、まあ、この負の遺産ということですけれども、やはり何かが、何か大きな問題が起きて、まあ、特に、えー、森,森友問題では、えー、1人の職員が命を絶つという、まあ、重大な えことが起きてししままいました、まあ、こんな中で、やはりもう二度とこの書類の改ざんですとか、それからまたあのパワハラですね、これを起こさせない、まあ、この,あの改革を徹底的にやっていくと、これはまあ人事院でもさまざまなルールがありますけれども、やはり内閣一体となって力強くやっていくと、まあ、ここのところは特に力を入れたいと思います。 野田さんにお伺いします四、まあ、度目の正直という言葉はないんですけれども、はい、ようやく立候補にこぎつけたと一体何が壁だったんですかまあ先ほど申し上げたようにあの私はずっと無派閥で、うんえー、グループが二十人すぐ集まってくれる仲間がいなかったということですねあとはやはりその安倍総理というまあ大変支持率の高い方との 戦いに挑むの時に、やっぱり、当然、ダメになった時仲間たちにやっぱりいろいろ苦しい,思いをさせることになると思います、でそれを分かってる人はもう最初から来ないし、あのそれでもいいよっていう人もなかなか集まらなかったと、でも今回はやはり、若手の方たちもはじめ、こうやっていろんな人が出た方がいいよということで多様性、私自身は多様性を自民党の誇りとしているので、 えー、ようやく遅れてきた女ですけれども、しっかり取り取組んでいきたいいと思いますただね、4度目の挑戦でありながら、立候補を表明したときに、具体的な政策を示せないというか、示さないというか、これはいかがなものかと思いますす準備したはずじゃないですか私はね、ええ、9月2日まで菅総理の選対を務める予定だったんです。うん ですから今回は私の大切な人が選対本部長になるということで、まだ1年の任期ですから、厳しいけれども支えていこうということが9月の2日でした、うん、だから3日からスタートして、そしてもう本当にあの1人から始めましたんで、大変時間がかかりました、ただ私の政策っていうのは、もうずっと前から言っていることと変わりません、ですから、用意してなかったら、用意してお出ししたつもりなんですけどそうですか。はい変わりました はい、あの菅政権の失敗、コロナの失敗に関して、丁寧な説明を書いていたというのを河野さんと岸田さんがおっしゃいました、で我々見てて、安倍さんの政治、安倍さんと菅さんの政治の最大の問題の一つが、丁寧な説明を書いていたことだと思うんですが、えー、何度も立候補されてから聞かれていると思います、森友問題、改めて伺いますが、岸田さんは、 昨日の党本部で,です、ね、行政司法においてさまざまな調査報告が行われておりますので、えー、まあ国民の皆さんから納得感ということで足りないのであれば、政治の立場から丁寧に説明をしていきたいとおっしゃいましたが、調査をしないで、丁寧な説明ができますか。いや調査ががが行行行わわれれれれそしててて報告書が出さいいるこれは行政の利用です司法において裁判が行われ 警察の調査等も行われました、そして今、民事の裁判も行われています、今、引き続き司法での取扱いが行われています、こうしたこのそれぞれの立場で調査なり報告書が行われている、そして行われようとしている、民事のほうはまだ続いているわけですから、そういった状況ですので、そういったものをしっかり踏まえた上で、 国民の皆さんのおこの問題に対する納得感という観点において、政治の立場からしっかり説明をしていくことは大事だということを申し上げておりますあんまり答えになってないと思いますけど、河野さんにも改めてお伺いしますが、河野さんはこれはもう司法の判断が出ているという言い方をされてるんですけども、検察が調べたのは刑事責任の有無であって、皆さんが問われているのは政治責任ではないのかと。 思うんですがこの問題に関して、政治責任はどこかで取られていると思いますかあの少なくとも調査について、しっかりと行われたということはあると思います、そしてあのこの問題で心を痛めている方がいらっしゃる、その方に、やはりその方の心の痛みにしっかりと向き合わなければいけないというのはあ,のあるんだろうと思います。それは あのお目にかかってお話を聞くのであったり、いろんなことが考えられると思いますが、そこはあの政治の責任といえばあ、それが残っているのかもしれません。まだそこは果たされていないなと まだその政治的にまは果たされていないぞというご認識なわけですねまああの政治の責任というのが、やはりこの問題で心を痛めている方のその心の痛みにやはり寄り添うというところが残っているならば、そこは政治としてし。 対応するる必要はあるかもしれません野田さんは昨日再調査すべきよねっていう趣旨のことをおっしゃったと思うんですけれども、その再調査っていうのは、例えば佐川理財局長さんから改め,改めて話を聞くとか、そういうことをイメージされてますか。 あの大根になってから、さまざまな補欠選挙にかかってきたんですけれども、ことごとくあの自民党落選をしてしまいました、とても優秀な候補者なのに、でそれはなぜかっていうと、必ずしもコロナの対策だけではないんですね、ずっとさまざまな問題を抱えたまま来ていて、そこがやっぱり有権者に明らかになってないっていうところで疑心暗鬼になってるんです、そ,そこの一つは、今おっしゃったように、行政までは調査が来ているんでしょうと。 でも行政と私たち政治っていうのは、やっぱりコインの裏表みたいなもんです、だから我々の仲間が疑われているのであれば、そうでないという証明もしていかなきゃいけない、その動きが本来は自民党の中でやっていかなきゃいけない、それはやってないことは事実です、うん、あそれをあの必要ならば必要なということで、コーするのであれば、そういうことなんだと思います無田さんにじゃあ、重ねて聞きますけれども、自民党はこの間その、河井元法務大臣とか、 菅原元経産省とか、お金の問題でずいぶん批判されてます、でそのたびに安倍さんは任命責任は私にあると言ったけれども、何もしなかった、あの野田さんが総裁になられたら、ちゃんと説明しなさいよっていうふうに、直談判というか、私も過去、いろいろこうあ,のありまして、その都度きちっと自分で説明責任を果たしてきたつもりです。 ですから、ぜひあの私が総理になった仲間たちには、そういう誠実さを求めます高市さんにも説明責任について一つ、高市さんを支持されている安倍さんの桜を見る会、安倍さんは結局、結果として国会で,で、ね、118回に上る誤った答弁、虚偽答弁と言われているものをしました。その以降安倍さんは基本的に国会で説明を されていないし、野党が求めているホテルの領収書等も出していませんが、桜を見る会に対する安倍さんの説明は、高市さんかから見てあれでで十分す私も、えー、桜を見る会については、まあ、総務大臣として、えー、政治資金規正法、 えー、などを扱う立場からまた、えー、公職選挙法を所管する立場から何度も答弁に立ちました、まあ、あの時点で、えー、安倍総理自身が国会で長時間にわたる審議の中で、えー、答弁をされた内容については、まあ、それを伺いながらあの法律に照らし合わせて、まあ、私もあの本当に誠実に答弁を続けてきたつもりでございます、まあ、現在あの刑事手続きが まだ終わっていないという状況でございますので、なかなかコメントがしづらいところはございますけれども、あ,のあれだけ長い国会審議の中で説明はされていると思っております虚偽,虚,偽虚偽答弁であったことも含めて説明されているとあの。本人が虚偽と思って説明をされていたわけではございませんし、私どももやはり答弁を作らなきゃいけませんから。あの 安倍、まあ、事務所ですとか、まあ、いろんなところと問い合わせをしながら、ですねあの法に照らしてえきっちりとした答弁をしてきたつもりですりはいじゃあ、岸田さんに、はい、学術会議問題を簡潔にお答えないですが、はい、6人任命拒否された、はい、岸田さんは改めて任命するお考えはありますか。えっともうすでに行われた人事をひっくり返すことは考えておりません。えー、そしてこれから あの人事については学術会議自体の今ありようが議論されていますそれも加えて次の人事はしっかり考えそして国民の皆さんに納得していただけるこの人事を考えていくこれが筋だと思っていますわかりました最後官僚の対応を河野さんにお伺いします官僚をうまく使って能力を引き出すことが行政のトップとして不可欠だと思いますけれども 安倍政権では人事によるどう喝など、官僚が萎縮したと指摘されています、こういうご認識が、えー、河野さんはおありでしょうか、さらにあなたは官僚に対してどう今後接、接していかれますかあの。以前振り返ってみると、確証が総理に従わない、官邸に従わない、えー、だから内閣として、えー、きちんと定まった方向に行くことができないという批判がありました。えー、その結果、 官邸の力を強くして、内閣人事局を作るかつてはあ省はあるけど、内閣はないというまで言われたということがあります。あの、私は方向として、あのまあ、例えば農業をやりたい。教育をやりたい。だから、農水省に行く。あるいは文科省に入るという人もいれば。 国民のために働きたい、だから霞が関を選ぶという人もいるんだろうと思います。そういう意味であの、官邸の力が強いというのは、官邸が日本をどこへ持っていこうとしているのかが明確になるという意味であのいいんだろうと思いますし、あのただ、その人事について、えー、やはり能力本位でしっかりとやれなければいかんと思いますし。 あの、いろんな人の意見は聞くだけど、決まったらそれに従ってみんなでやる。これが霞が関の人事の要諦だと思っています。はい、じゃあ、次はコロナの問題、はい、えー、っと。それでは新型コロナ対策についてお聞きします。まず、最初は4人の皆さんそれぞれお答えください。あの、医療提供体制の問題です。で、感染の第5波ではまあ入院できない、えー、あるいは亡くなる方っていうのが相次ぎました。 あの菅総理の記者会見でもそこの反省を述べられました、で皆さん、まあ、いろいろ要職にやられて、まあ、あるいは政治いい一政治家としてね、えーそれなりに、それなりにというか、非常に責任があると思うんですよね、えー、今回の医療体提供体制の不備ということについて、それぞれどういうふうに受け止めてらっしゃるか、またまあ散々指摘されてることですけども、やっぱり日本は民間病院が多いと、だから政府がやっぱり民間にね、業務命令できないと。 で、これが非常に、まあ、今回ネックになっているんじゃないかと。で、あるいはちょっと、まあ、うがった見方かもしれませんけど、自民党が、まあ、医師会に選挙で大変お世話になっていると。だから、自民党政権がね、医師会に対して、まあ、遠慮があって、物が言えないんじゃないかと。こういう指摘すらあります。で、医療提供体制をとにかく具体的にどういうふうに改善するのか、もう一年半コロナ禍たって同じ議論をずっとしていて、全く解消されてない。これについてお答えください。 えっと、順番は、どう、高市さん、払ってらっしゃるから、高市さんから行き。あうじゃあ、高市さん、野田さん、はい、河野さん、岸田さん、さんでまはい。はい、あの、まあ、これはまだ、えー、自民党総裁選挙でございますから。この後、総選挙に、えー、勝つと、いうことを前提に。私が内閣総理大臣になりましたら、えー。次期通常国会に法律案を提出いたします。まあ、そもそも、我が国の医療制度というのは、あの、国民皆保険制度の下で。あの、加入者の保険料と、そして。また また、まあ、これで、まあ、費,用費用負担が行われているということを考えますと、緊急事態においては、まあ、この国や地方自治体が、まあ、医療機関や、まあ、医療従事者の方々に対して、この病床確保等の、えーまあ、必要な対応を命令する権限を、えー、持つということも含めて、えー、法案化したいと考えております。 じゃ野田さんお願いしますあの一番正していかなきゃいけないのはコロナはインフルエンザじゃないという扱いなんですね。イン,フルエン 演算であればすぐ医者,にお医者さんに行って薬をもらいます。でもコロナは保健所、要するに保険の分野ということで、そこが問題が発生しているわけです。その保健所が悪いのではなくて、そういうシステムをどうその保管していくか、まず自宅療養はもう無理です。なぜかというと、急変したときに手が届きません。さらに、えー、できればです、ね、その病院の受け入れをしてほしいけれども、そうでないのならば、危機的なときだけ、まあ、サブホスピタルを国がしっかり作って、 えー、そういう発見、えー、検査で分かった人を速やかにそこに送って、その医療体制の下で、医療の枠ではないんだけど、医療をしっかりとサービスするってことが関与だと思います、はいえー、河野さん、お願いします、はい、あのワクチン接種のスピードアップのために、感染症法の16条の2だったか、殿下の法刀を抜くっていう,う、抜くことを検討しろという指示が総理から降りたにもかかわらず、結局、抜けずに。 ワクチン接種をやるとということになりましたやはり非常時の,この指揮命令、えー、系統、権限というのは、これは見直さなければいけないと思います、臨時病院の設置についても、あの同じようなことが言えるんではないかあの、遅れたと言わざるを得ないと思います。ただ あの今回、痛切に感じたのは、1つはベッドはあるけども人がいない、その,その高度な治療をできる、えー、人がきちんと揃っているか、あるいはそのチームがあるか。 あのそれを考えなければいけないということと、もう一つは、その重症化した人を入院させるんだけども、回復した人をあの臨時病院なり、中等症、軽症の病床にこう移していく、そこがうまく動かなかった、そこはやはり国なり都道府県がきちんと調整しなければいけなかったという反省はあります冒頭の発言でも、そこのベッドの調整のことを言われてましたけどな、今までできなかったことがこの政権になったらできるというのは、どうしたらできるようになるんですか。 あのそこは国と都道府県、きちんとどっちがやるのかというのを決めなければいけないんだろうと思います、都道府県がしっかりとやってくれるんだったら、そこに任すのが一番いいと思います、ただ、今回の臨時病院の設置にしろ、あの都道府県に対してやはりやるべきことはきちんとやってくださいということはお願いをしなければいけませんし、そういう事態になっているということを国民の皆さんにきちんとお知らせをして、今、こういう対応を考えているんだということ ことをあのきちんと情報をお出しすることで、さまざまなところにあの結論を早く出さなければいけないという、まあ、プレッシャーというのか、インセンティブというのを持っていく必要があると思います、はい、じゃあ、岸田さん、お願いします、はいあのまあ、現状、えー、病床確保については、国が総合調整機能を持って調整するということになっているわけですが、これ、これ将来的により強力な、 この調整機能を発揮する、コントロールするということを考えた場合に、えー、っと新たなこの工夫が必要になると思います。一方的に強制するというのでは、現実、反発を買ってしまう。よって民間、民間医療機関も含めて、平素からこの感染症危機中核病院というような指定を行って、そういった病院には平素から診療報酬等の上乗せで優遇を与え、そして危機の際には、 この国のコントロールによって、えー、もう反強制的にこの病床を出していく、それに応じない場合はペナルティも考えていく、こういった仕掛けを平素から作っておいて、危機が生じた場合に国のコントロールを利かしていく、まあ、こうした工夫をすることによって、国の、えー、調整機能、 国のより強力な権限、これを維持していく、こういった工夫をしていくことは大事なんではないかと、私は思っています、はい、ありがとうございます、えーっと。コロナ対策でちょっと次の質問なんですが、一つはあの国、まあ、河野さんの,あの話の中にも出てきましたけど、国と地方の、ね、関係のあり方。 GoTo、えーまあ、ト,トラベルめ巡ってその、去年の暮れに、まあ、国と東京都がこう責任を押し付け合うような場面が見られたりとか、非常に国とその都道府県の、まあ、どっちに権限を持たせ,持たせるかということで、まあ、揉めてきたという経緯があります、ここを、まあ、つまり国がより権限を行使できるようにすべきか、あるいは逆に地方の権限や責任を強めるべきなのか、どうお考えになるかとい、まあ、河野さん、先ほどお聞きしたので、えー、っと岸田さん こ,れこの質問とちょっと時間の都合でもう一つ、あの専門知をどう生かすかと,専門,家との専門家との距離の関係ですね、うんでまあり手、まあ、に言えば専門家の意見のいいとこ取りつまみ食いみたいなことがずいぶん行われてきて、まあ、これでいいのかどうかって問題がずっと指摘されました、で例えばまあ専門の科学顧問を、ね、閣僚級のポストで置くとか。 あるいはその首相になったら記者会見に尾身さんを同席させるのか、させないのか、これがいいのかどうかとか、ちょっと全然違う質問を2つくっつけちゃって申し訳ないんですが、国と地方の関係、どうあるべきかが1つ、それから専門地をどう生かすか、この2つ、すみません、ちょっと時間の都合で岸田さん、お答えください、はいはい、あの国と地方の問題も含めて、今回のコロナ対策を考えた場合に、えー、国、地方、医療機関、うんえー、その他ですね、さまざまな この立場の調整が十分、えー、うまくいかなかったということは、あのご指摘のとおりだと思います。ですから、これ、まあ、今回は、まあ、この中で調整を進めるということになるわけですけれども、将来的には危機,危機に際して、やはり司令塔機能をしっかり作っておかなければいけないということで、えー、健康危機管理庁というような新しい司令塔、有事のときの司令塔、これを考えるべきではないか。 このように申し上げてきました。そして、えー、っと、ちょっと待ってます。えー、っと もう一つと、まあ、いうことは、あれですか、うん、都道府県じゃなくて、国の権限をやっぱり強くすべきそうですね、あと、専門地をどう生かすかあっとす、こうしたあの、えー、専門家の、そして科学的な見地、これを生かすということから、私も今回の総裁選挙において、えー、科学技術顧問というような立場の、 この役職を各省に置くべきではないか特に総理においては主席科学技術顧問というようなポストをしっかり置くべきではないか平素からこうしたこの科学的な見地を政策に生かす、えー、こうしたあの取り組みを進めていくべきではないか、まあ、こういったことを提案させていただいていますやはりこの政治これは外交も含めてですね今科学技術,技術のこの見地を どう政策決定に生かしていくのか、これはもう世界的に大変重要な課題となっています。我が国においても、平時からこの科学技術の専門家とのしっかりとした距離感を作っておく、こういった体制を作っておくことは大事であると思っています石田さんに、あのこれ、確認なんですけれども、はい、分科会のメンバーね、うん、感染症の専門家が非常に多いですよね。うん でいや、一応あの、経済の専門家も後で入りました、しかし、これからウィズコロナを考えた場合、もっと幅広くね、うん、やはり専門家を集めるべきじゃないかと、まあ、今、いろいろ分科会のメンバー変えようとすると、またそれ、言うこと聞かないから変えるみたいなことを言われるかもしれないけども。うん その点はどうお考えですか、はい、あのまさにご指摘の点、大変重要な点で、私もすでに総裁選挙において、政策の中に、えー、その点を盛り込ませていただいています、うんえー。先ほど申し上げたように、できるだけ通常に近いこの社会経済活動を取り戻す、これを目的として努力をし、そしてあのそれを取り戻した後それを維持していかなければいけないわけですが、その維持する際に、まさに今ご指摘があったように、 この医療だけではなくして、その物流であったり、人流、あるいは観光であったり、さまざまな産業、こうしたこの専門家の皆さんに集まっていただいて、どうやってウィスコロナ、コロナと並存しながら、さまざまな経済活動を回していくのか、こういった視点のこの専門家会議が必要だと。 いいうことを申し上げています今の医療中心の専門家会議、これも大変重要だとは思いますが、このウィスコロナ時代を迎えようとするならば、そこから活動を回そうとするならば、そういった今言ったようなこの専門家の会議が必要だと私は訴えています。 はい、あの、ロックダウンについてちょっとお聞きしたいと思います。昨日、あの、テレビ楽曲見てたら、丸バツでやってまして、あの、野田聖子さんだけは×で、他の3人は丸と。ただ、岸田さんは、まあ、どっちかというと、強い人流抑制っていうことで、ロックダウンかなっていう感じがあったので、この質問は高市さんと河野さんにお聞きしたいと思います。で、まあ、あの、高市さんもご、まあ、まずじゃあ、高市さんから、あの、ご指摘なさってるように、やっぱり憲法の問題が出てくるんですね。移転の、はい、あの、つまり、 ロックダウンって何をイメージするかによりますけども、えー、警察官が、まあ、外出禁止命令が例えば出て、警察官が拘束したり、えー、罰則かけたりということになると、じゃあ憲法の移転の自由はどうなるのか、あるいは罰則かけるには、憲法何条かねに関わると、はいで、そうすると、その憲法論議をこれからやるのかと。 あるいは高市さんは、今のコロナじゃなくてエ、エボラとかね、ああいう急,急激にもうあの悪化して死に至る、あ,のああいうものが流行したときに備えてやるんだってことをおっしゃってるんですが、どんなあのイメージで、どういう議論をして、そういう法整備をしようと思ってらっしゃるのか、もう少しまさに今、おっしゃっていただいた通り、あり、今の新型コロナウイルス、現在の株について、すぐロックダウンをかける必要があると思っておりません。ただまだま変異株が入ってきてで 治療薬やワクチンが効かないというような事態、それからエボラ出血熱は、これは死に至るまでの期間が非常に短いですから、まあ、こういったものが入ってきた場合、まあ、水際対策を乗り越えて入ってきちゃった場合にです、ね、あの法の準備、最悪の事態を想定した法の整備、これを使うか使わないかは別として、使う場合にはいつでも使える、こういう整備をする必要があると思います。で確かかに22条のの移転の自由それから 一条の罰則を犯す場合には必ず、えー、法定しなきゃいけない、まあ、ここにかかってきますので、まあ、もしもこの議論をする場合は、与野党で合同チームを作って、まあ、この憲法の議論で延々時間を、えー、国会の場で使わないようにです、ね、これはもう命を守るためだから、まあ、特措法でやろうよと、まあ、こういった形の提案、合意を得てから国会に出すというのが現実的ではないかと思っております。 河野さんいかかがですかあの河野さんも、えー、ロックダウン賛成と丸つけてらっしゃいましたけど、えー、今のコロナ対策でやるべし、そのための法整備が必要だというお考えでしょうか、あと憲法との関係、どうお考えでしょうかあの現時点でのデルタ株ならば、そこまでいかなくてもいいんだろうと思いますが、このコロナ、どういう変異になるのかわからないというふうに思います。いいいざという時にに本当に強い 人流抑制が必要になる可能性があるならば、それに備える必要があるのではないかと思っております。あの明確に人の命を守るためという理由があるわけですから、私は憲法論議というよりは、国会で法案審議をきちんとしてあの、ロックダウンを可能にする法案を作っていただくというのが大事なのではないかと思います。 では経済財政政策についてお伺いしたいと思います。あのまあ、皆さん、この戦いが終わった後にすぐ直面されるのが、おそらくコロナ対策、経済対策の補正予算かと思います。す、え、で、ー、に岸田さんは数十兆円規模というふうにあの明言されていますので、残りお三方に、まあ、どの程度の規模を想定されているのか、えー、特に河野さんは、ですね需給ギャップ22兆円ということをよくおっしゃってますが、これを埋めるような規模の対策をお考えなのか。 じゃあ河野さん、高市さん、野田さんの順でお願いします。あの GDP ギャップを埋めていく必要があるんだろうというふうに思っております。まああるんだろうというかあるん。 ある,あるわけですでこれはあの最初にどれぐらいの規模ありきということではない、まず何をやらなければいけないのかということをきちんと出していって、それを国費でやる分、あるいは民間からの投資でやれる分、あの事業費と国費の投入分というのを精査をしていくという必要があると思います。私は最初に数字ありきで そこを満たすために何かを突っ込むというやり方がいいとは思っておりません。あの当然に今回様々 コロナで影響を受けた方々の生活支援というのもあるでしょうし、5G ネットワーク、あるいはグリーンへの投資といったことに力を入れる必要があると思います。また、あのデジタルを後押しする意味で、えー、商店街、地域ごとのデジタル化の後押しをする、あるいは携帯に、毎政府、毎市役所、毎役場、えー、みたいなものを実現するための、 マイナンバー機能の実装といったことにも力を入れなければいけないと思ってます。はい、高井さんお願いします。はい、まあ私はあのこの今回の補正、えー、速やかに組むべき補正は。 絞りり込むべきだと思っておまずコロナ対策、医療提供体制や治療薬など、まあ、こういったものを普及させるための支援、それからやはり今、お困りの事業主体、事業者を支えていただいてです、ね、やはり収束後にしっかりと経済を回復する主役になっていただくための支援、それから生活困窮者を、 まあお支えするためのま支援まあこういった、それからの災害が随分起きましたからまあ、復旧に必要な支援まあ、こういったものにまず補正は絞り込みたいと思っております。ですから、規模感はその需給ギャップを埋めるというあの22兆円ではなくて、丁寧に積み上げをしてで、もしも当初予算でですね。 あのすぐには使わないというものが見つかったら、減額補正ということもできますので、まあ、それも含めて考え、先ほど来あの、私が披露して、これまで披露してまいりました新たな政策については、来年度の当初で、えー、計上していきたいと思っております野田さん、お願いします、はいえー、コロナがある程度落ち着いてきた次の一手っていうのは、えー、私はあのグリーンリカバリー。 あのこれはもう河野さんがあの,の分野かもしれませんけど私も実は党の方で責任者をやっているので、これは別に私の意見というよりは、党が今、進めている次の緊急経済対策ということでご,ご報告しなければならないと思います、まあ。2050年のカーボンニュートラルを約束しているので、まあ、それを実現するために、まあ、ありとあらゆる努力をしていくと、まあ、その中で今、大変高い。あの 宿題をいただいたんですけど2030年、地球温暖化ガスの46%削減目標っていうのを、えー、官邸がいただきました、で党は今、受け止めて、私が責任者として動いていますで。そこからいろんな事業が出ることで、まずは緊急、えー、あの経済対策になっていくということは確信しています。具体的にはあの、よくおっしゃっている洋上風力とか、水素ステーション、あとは EV ステーション、 でえー、さらには海底直流ケーブルってご存知だと思いますけど、こういうものをやっぱ公共的に、公共事業として補正予算からしっかり応援していくこと、まあ、さらにはその関連の設備投資には公的な資金、支援をするということで、大体いい10年で20兆円、これを今、党としては、えー、官邸からの意を受けて取り組んでいるところなんで、えー、ぜひこれを実現していく、その覚悟です。 はい、あの次に成長戦略ですねあの、当面の経済対策もさながら、このアベノミクスの3本目の矢、まあ、これがこれまで弱かったというふうに言わざるをえないと思いますで、この3本目の矢については、まああの、おそらく野田さんは子ども真ん中政策だということを明確に言われていますので、残りお三方、私の3本目の矢は何が違うのか、どこが違うんだということをお聞きしたいと思います河野さささん高市さんん岸田高お願いします。 アベノミクスは企業の利益を大きくしたという意味で、まああの、日本経済を動かしたという意味では良かったんだと思いますが、企業の利益で止まってしまって、個人の所得に行かなかったというところがあると思います。あのまずはこの労働分配率を上げた企業の法人税を減税をして、賃金をきちんと引き上げていくということ、それから今こう、職を変わるときに、 次の職が、賃金の高い職につけるようなトレーニングを受ける、その単なる失業保険ということではなくて、生活を支えながら、次の仕事のためのトレーニングを受けることができる制度というのを作らなければいけないと思ってます、今、失業保険と生活保護の間のさまざまな制度、これは極めて利用されている金額が少ない、そこをやはり拡充していく必要がある。 あのそうやって、まず賃金に着目して、賃金を引き上げていくというところをあの一義的にやっていかなければいけない、それとあの今、規制改革推進会議でさまざま規制改革、動かしてまいりましたあの、新しい付加価値をつける規制改革というのはあのこれこれ、これまで以上にやらなければいけないと思っています、はい、あのまず、えー、これからの成長を考えた場合、バイオですとか、量子ですとか、 半導体であったり、グリーンですとか、いろいろなこの分野、可能性があると思いますが、なんといっても、これ、スタートアップ、この成長を支える企業そのものをしっかり増やしていかなければならない、日本においても昭和20年代、ソニー、ホンダをはじめとする新しい企業が大量に出てきて、日本の経済をこの引っ張っていった。 アメリカにおいても2000年前後、GAFA をはじめとする新しい企業、百数十社がこの中核になって経済を引っ張ってきた、やっぱりこれこれからを考えた場合、分野も大事ですが、受け皿となりますスタートアップ、しっかりとこの育てることによって、さまざまな分野を もの育てていく。それと加えて、成長と分配。これセットで考えることによって、分配がさら,さらに次の成長を生み出す。この好循環を作っていくことが、これからの成長において大事だと思っています。はい。 あのまあ、冒頭に危機管理投資については申し上げました、さまざ、あ、まな日本や世界が直面する課題を先取りして、研究開発、し製品、サービスとして、またそれを海外に展開していく、イコール、まあ、成長投資になるということを申し上げましたが、まあ、成長投資としての得出しというのは、日本に強みがある技術分野というのがたくさんございますね。まあ、例えばロボットやマテリアル、まあ、すごいせ世界シェアを持ってます。まあ、しかしながらロボットの場合は、 すごく頑張っててこれから用途も広がっていくまた多分おそらく年率14%ぐらいで需要も増えていくんですがシステムインテグレーターが足りないとい、まあ、ったような課題があるでここはやはり小規模事業者が多いですから資金繰りも大変人材育成やそれからまた資金繰り対策というのもしなきゃいけませんそれからまた、漁師ですね、まあ、これは非常に大きな世界だと思いますので富岳開発後の2大国家プロジェクトとして 私は国産の量子コンピューターの開発、そしてまあ先ほど申し上げました。けれども、も、えー、小型商用核融合炉の開発、これを2大国家プロジェクトとしたいと思っております。はい、ありがとうございます。あのー、まあ、財政出動、今当面避けられないかと思います。けれどもまあ、イギリスやアメリカを見ましてもですね。あのー、この先の財源の確保。 財政の健全化というものにも、まあ、意識を向けているというところがあるんだと思います。えー、ですが、その、安倍前総理、菅原総理、まあ、あの、消費税率を10年間上げなくていいだろうということを、まあ、これまで明言されてきました。 えー、その今すぐにです、ね、その財政の健全化に踏み出すのは難しくても、まあ、せめて議論ぐらいは始めるべきではないかと、えー、そうしないと無責任ではないかという気がします。であの先ほど、岸田さんの方からあの河野さんに年金の財源の問いかけがありましたけれども、ではその岸田さんはこの消費税を10年間上げなくていいのか。 その辺を聞きたいそれから河野さん、先ほど、年金の財源に充てる消費税については、まあ、ある意味、ある程度の増税は避けられないと、その金額はまあ制限されるかもしれない、えー、ということをおっしゃってました、で年金改革にまあ踏み出すとなると、そこの消費税をお,お示しするというふうにおっしゃってたわけで、まあ、増税をまあお見手めになっているということだと理解しますが、えー、その辺はいかがでしょうか。 お二方まずあの消費税、えーまあ、10年とおっしゃいました、まあ、10年と、えー、きっかり決めるわけにいきませんが、10年程度は上げることは考えません、えー、そして財政というのは国の信用の礎、えー、ですので、これ、財政債権の旗は下ろしてはならないと思います。えー、よって これすぐにおっしゃるように、これ増税で財政を埋めるということは全く考えていませんが、この方向性、順番だけはしっかり考えておかなければいけない。このコロナとの共存実現して、経済を再び回していかなければいけない。先ほど申し上げるように、成長と分配の好循環を作り上げていかなければいけない。そういったこの経済を作り、それに 適した予算というものをしっかりと精査していくその上で財政ということにも考えていくこの今コロナ禍あるいはあのコロナとの共存この段階でこれ増税云々を言ってしまうと今のそのシナリオが全部がガタガタになってしまうこの順番で考えてるんだと これを国際的にしっかり示し、日本の財政の考え方を明らかにしていく、このことは大事であると思っていますあの税率を言うと、もうそれだけが切り取られて先に出ますから、あのそこは言わないようにしているんですが、今の基礎年金というのは、半分保険料、半分税金ですから、あの保険料をやめれば、その分も税金でカバーをすることになります。しかしかか保険料はいららななくなるわけですから 支出が同じならこれ全部2ペイになるはずです問題は保険料を払えなくて払えない人があのその分年金がなくなってしまうんで、えー 生活保護をもらうことになるそうすると実は医療費も免除されたりということがありますからあの年金を出さずに生活保護を出します仮にその金額が同じであっても今生活保護の方が大きいことが多いんですけれども同じであっても医療費免除がついてきたりするとそっちの方が財政支出は大きくなっておりますそれからそれこそ年収1億円の方にも保険料払っていれば基礎年金をお出しをしますけれどもその部分は 出しませんよ年収 えー、いくら以上の方には最低保証年金出しませんよといえば、年金の支出が減るわけですから、それをどう組み合わせていくかということを考えないといけないわけで、その税金と保険料、あの支払う金額が同じなら、そこは2ペイになる、しかし、その減らす分と保険料を払えなくて、年金をもらえない人の分をカバーするところは増える、そこをどういうふうにあの調整していくかというところで、トータルの支出がどうなるのか。 ととといいうことになると思いますあの金額を変えて、だから増税になるんだという議論は、これはもう最初から議論を潰すだけだと思っています、はいえー、あと、じゃあ、高市さんと野田さんにお聞きします。あの高市さん、先ほど河野さんの年金にあのやや疑問を呈されてたと思いますけれども、あの高市さんがおっしゃっている給付付き税額控除も、まあ、非常にお金のかかる政策であります。でこれを実現するための、まあ、財源とセットで、どういう議論をされていくのか。 それから野田さん、あのまあ、子ども真ん中政策ということをおっしゃってますけれども、えー、果たしてそれを子ども庁というものを創設しなければできない政策なのか、あのその2点をお2人に聞きたいと思います、はい、あの給付付き税額控除につきましては、まあ、今のコロナ禍で相当経済が傷んでいる中で、 えー、あの一生懸命働いているんだけれども、まあ、所得が低い、まあ、そういった方々のための税制です、場合によっては次元的なものになっていくかと思います、ただこれはあ,のあくまでも勤労が前提の税制でございます、麻生内閣の時には、あの残念ながら、今のようなマイナンバーの不満があの出来上がっていた、そういう時期ではありませんでしたので、またそれを税に使えるというような形が かあの完成してませんでしたので、なかなか難しいという状況がございましたけれども、まあ、今でしたら、えー、対象を決めた上で対応ができると思います、ただその対象をどうするのかと、まあ、いうことについては、まだあの現在あの、私は一候補の立場でございますので、えー、それなりの立場になりましたら、対象もしっかりと考えて、その年収要件も、えー、考えながら対応していきたいと思っております。 かつて消費者庁ができる前、与党自民党の中に消費者という概念はありませんでした。産業振興、つまり消費者と対立している人たちを伸ばすことによって経済を強くするという発想でした。今現在は消費者庁ができたことで消費者行政、消費者、えー、経済、そういうものがやはり生まれてきていることは事実なんですね。それを踏まえて、えー、与党自民党の中では子供の話はほとんど出ません。そういう勉強会とか、 そういうところに行くと出るんだけど、それっきりです。今回のコロナ禍でも、ほぼほぼ女性子どもについての議論はありませんでした。ただ、ここがポテンシャルなんだと。世界中の投資家は、この国が持続可能かどうか見てるんですよ。今はこの少子化で毎年70万ぐらい子どもが生まれてこない国家は持続可能だと満たされていない。そういう意味では集中的に投資して、やはりこれで、えー、巻き返すと、こういう大きなあの私たちはアジェンダを抱えている。 そう思って取り組んでいます先ほど、河野さんと岸田さんの間で、核燃料サイクルの問題、ちょっと論争になりましたけれども、河野さんにお伺いしたいんですけれども、これは使用済み核燃料は地球に埋めて、最終処分しないといけない、そうすると、まあ、それ以外にいろんな問題があるということを岸田さん、ご指摘されたけれども、河野さんの場合は、地域のご理解を得てと。 というお話されてましたよね。となると、地域のご理解は得られるんですか、あるいは河野さん自身が地域に乗り込んでいって、理解してくれと、というところまで考えた上での、これはあ手じまいなんですか、その辺はいかがですかあのこれはもう核燃料サイクルをやるやらない、原子力発電をやるやらないにかかわらず、もうすでに核のゴミは出ていますから。うん 今あるものをどう処分するのかというのは、これは私であろうと、岸田さんであろうと、誰であろうと、やらなければいけない問題です、で、経産省の説明にそこがあるのは、使用済み核燃料だとこうなるけれども、高レベル放射性廃棄物だとこうなりますという説明をするんですけれども、再処理をすると、使用済み核燃料から高レベル放射性廃棄物とプルトニウムが出てくるんです。 と処分しなければいけないのは高レベル放射性廃棄物だけじゃなくて、プルトニウムも処分しなきゃいけないんですけれども、必ず経産省は使用済み核燃料と高レベル放射性廃棄物、じゃあプルトニウムはどこに行くんですか、えー、そこも処分をしなければいけない、えー、ですからどこかであの最終処分、地層処分をする場所をまず探さなければいけない、でこれはさまざまな技術的な進歩があって、10万年かかるものが、 本当に短くなるんであるならば、そこはもう一度戻して、その処分をしてやればいいんだと思いますが、現時点ではそういう技術はありません、あのそれをほっといたまま、当分このままでいくのか、そろそろ現実的な最終処分方法を考えるのか、私はもう現実的な処分方法をどうするのかというのをテーブルに乗せて、議論をした方がいい、そう申し上げているわけです。 じゃあその最終処分場を決める、その決めることにおいて、河野さんが責任を持ってやりますよというふうに受け取っていいわけですかこれはもう国があのやらなければ、これは民間の電力会社がやったことですというわけにはいかないんだろうと思います、ですから、あのこれは国の責任である程度、どうするということはやらなければいけないことにもうなってきていると思います。はい <laughs> えー、外交安全保障政策についてお聞きします。えー、まず、対中国認識。あのー、これは最初4人にお聞きします。えー、台湾情勢含めてですね。あのー、まあ、中国の軍事力が、ま、ご承知のとおり急拡大して、アメリカからは台湾有事を懸念する声が出てます。で、まあ、例えば中国が台湾に何らかの軍事行動を起こす可能性。あるいはそれをめぐって米中が衝突する可能性。 そういう、まあ、いわゆる台湾有事について、どれぐらい可能性があるか、というふうに、どれぐらい危機感を持って見てらっしゃるか、その認識をまずお聞きしたい。合わせて、まあ、今年の4月の,日,あの日米共同声明には、台湾海峡の平和と安定っていうのが盛り込まれたわけですが、その平和と安定を確保するために、日本、 アメリカ、中国、それぞれどういう対応をする必要があると思いますか、その、まあ、2つを中心に、えー、皆さんの認識を聞かせてください、えー、高市さん、野田さん、河野さん、岸田さんっていう順番でいいですか、はいいいいですすかはい、お願いします、まあ、あの常に最悪の事態を考えて、まあ、リスクを最小化するというのが私の政治姿勢でございますし、まあ、台湾有事については可能性はあの高いと。 考えて備えをしなければならないと思います。まあ、ただ、実際にですね、まあ、これをどうしていくかということになりますと、まあ、日本でできることがあの、特に軍事面で限られている、まあ、国防力を持って、あの国防力、まあ、そのものの面でも、まあ、限定されているということがございます。まあ、現実的にはあの、この実効的な、まあ、抑止と対処に必要な能力について、 あの、我が国が保有をし、そしてまあ米国日米同盟で保管するという方法が考えられるんじゃないかなと思っております。よろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、じゃ、野田さんお願いします。日本は今外交においてはインド太平洋戦略とまあ、当然日米同盟のもとこの2つの柱で。 えー、ありとあらゆる手立てを講じて、えー、平和の確保をしていかなきゃいけないと思ってます、それがまず基本ですね、であの対中という話になるんですけど、これあのあの、中国とアメリカ、アメリカと中国との対立の中で、いかにそれを良くしていくかと、同盟国の日本として良くしていくか、またアジアの地政学的な、その経済的にあの交流のある日本として、現実的対応をどうするかということで、非常に鍵になるんです、日本が。 パッシングじゃないんですね。だからそこはやっぱり、えー、我々は終戦後、非戦を誓ってきた平和主義ですね、その中で、今ようやくある意味で自分たちの,あの取り組みをお見せできる最大の機会を得ていると思って、しっかりとした外交をあのトップがやっていくべき時期が来ていると思っています。河野さん、お願いします。はい。あのー 全面的な上陸侵攻が起こる可能性を否定はできないと思いますがむしろさまざまなグレーゾーン事態であったり情報戦であったりさまざまなか乱ということが起きる可能性はあるんだろうというふうに思っております。そういうい中であの日米同盟に加えて えー、クアッドあるいはこのヨーロッパからあこの太平洋に向けて目を向けてもらってその何かを起こさせないという。う 国際社会の強い意志というのを中国に向けて見せていく必要があると思います。これは台湾だけでなく、南シナ海でも、あるいは東シナ海でも同じということだと思っております。ただ、この日中関係、安全保障だけではありません。 経済的な交流もあれば、人的交流もあるわけですから、そこは一つの側面でこの両国関係すべてを規定してしまうのではなくて、重層的な関係の中で中国に対して、まあ、したたかに外交を繰り広げていかなければならないというふうに思っています、はいえー、っとまずあの、中国、これは我が国の隣国であり、さまざまな深い関係にあります。まあ、よって 対話は続けていかなければならないとは思いますが、しかし、権威主義的なこの姿勢が拡張している中にあって、私たちはこの自由や民主主義、法の支配、人権といった普遍的な価値を共有する国々と、しっかり中国に大国としての振る舞いをこの訴えていかなければならない、こういったことです。 台湾有事についてお話がありました。台湾有事、これは、まずは台湾問題については、平和に解決するべく、関係国が努力をする、えー、こういったことであるとは承知していますが、えー、もし有事が起こった場合には、この、お我が国としては、国民の命、暮らしを守るために、この平和安全法制、私も担当の外部大臣を務めましたが、この法律の規定に従って、えー、しっかりと、 対応していいくここういったことです地域の安定のために、えー、クワッドをはじめ、さまざまなこの枠組み、活用して、地域の平和の安定を守っていく、大事な視点だと思ってます。 はい。あの、河野さんが日中関係について、あの、言及されましたが、ちょっとあの、外務大臣防衛大臣経験者の河野さんと岸田さんにちょっとお聞きします。日中関係に限定してお聞きします。まあ、あの、来年は日中国交正常化50周年ということで、まあ、どういうふうに、まあ、今みたいな日米中関係非常に難しい中で、日中関係をどう組み立てていくつもりなのかと。まあ、リアルの首脳外交となかなかコロナ禍で難しくなってますけれども、例えば来年のその国交正常化50周年を機に、 中国とのの間で首脳外交を再開するのかあるいはあのもう一つ難しい問題として北京の冬季五輪の問題が来年ありますでまあ欧米からはその外交的なボイコットですね選手じゃなくて、まあ、要人を、まあ、外交的に送らないゲストとして送らないというようなあのそういう対応、まあ、人権問題との関係でねあのそういう声も出てますがあのそういうものを G7 の,、まあ、あの国々から 日本も同じように同調して外交部を行くことを、ね、北京冬季五輪でやらないかと言われたら日本はどう対応するのか、つまり日中関係、どう組み立てるかというお話をあの河野さん、岸田さんあの、ちょっと時間の関係で申し訳ない、外務大臣経験者ということでお聞きいたします。 あの日中関係、やはり人的交流というのが基礎の一つだと私は思ってるんですけども、このコロナ禍で全くそれが動いていないというのが、やはり非常に大きいのではないかと思っております。もううつはやははややりこのの首脳会談といい定期的にやっていくべきですし あの政府間の会談というのもしっかりと続けていって、意思の疎通を図るというのは大事だと思いますあの。やはりこの習近平政権、非常に拡張主義的ではありますが、これが中国共産党全体なのか、それともこの習近平さんというリーダーであるからなのか。 その辺の辺見極めというのは、しっかりやっていかなければいけないと思っておりますし、むしろこの中国のリーダーシップに、拡張主義的ではなく、この国際秩序の中の一つのプレーヤーとして力を発揮すべきではないかということを申し上げる必要があると思います。これオリンピックに日本の総理が毎回行ってたかどうかというのは、私はちょっとあの知らないんですけども、そこはもうその時の状況でさまざまな判断というのをするべきなんではないかと思います。 はいえー、っと私はですね、まあ、外務大臣在任中、特に、えー、日中関係が厳しい時代を経験いたしました、私が外務大臣に就任した当時、首脳会談どころか外務,外務大臣会合すら開けないというこの対立の中で、日中関係を考えました、そこから少しずつ日中関係を動かしてきた、まあ、こういった経験からしますと、 やはり首脳はじめ、要人のこの対話、これはすべての基本になるということです、まあ。ぜひこうした対話は続けていかなければならないと思っています。まあ、北,京北京五輪については、えー、日本はやはり欧米諸国とは地政学的にもこれは違う立場にあるわけですから、これは日本独自の判断をしなければならない、このように思います。来年の50年のに向けて 少しずつ人的交流を積み重ねながら、将来を探っていく、なかなか今すぐには未来の方向性は見通せませんが、こうした手がかりは大事にしていかなければならないと思っています。 はいえー、そうしたらも、もう一問だけ、もうお二人、すみません、外務大臣経験者ということで、まあ、防衛大臣経験者でもあります対北朝鮮政策です、えーまあ、拉致、核・ミサイル、この3つについてお聞きしたいということなんですが、まあ、ミサイル問題はご承知のとおり、もうちょっと通常のミサイル防衛では迎撃できない、まあ、変則軌道の,あのミサイルが飛んできたりとかですね、あるいは、まあ、敵基地攻撃能力の議論はありますけれども、あれだけ移動式でトレーラーだけじゃなくて、列車からも撃ってくるということになる。 なかなか難しいという状況になっていると思います、でまあ、北朝鮮の核・ミサイル問題にどう対応するか、それから、まあ、拉致問題、お二人とも外務大臣経験者ですけど、うーん。 な何をやってこられたか、なかなか言えないこともあるかもしれませんが、安倍政権、菅政権、拉致問題、最重要課題といって、金正恩総書記と会いたいと言って、でも進まなかった、このことについてどう捉えているか、それでご自身が政権を取ったら、拉致問題、どう進めるのか、拉致問題、核問題、ミサイル問題について、あのー、お答えください。じゃ次はは岸田さん、はい、河野さんん野の順番でえっとあのミサイル防衛体制にについいてて自民党においても 昨年、イージス・アーショアの中止がこの発表された後、ミサイル防衛体制、これで十分なのかということで、自民党のこの各部会調査会でこの議論が行われてきました。あのこのおっしゃるように、変速軌道であったり、超低速であったり、あるいは超音速であったり、このミサイルの技術はどんどん進歩しています。我が国のこののこ体制で十分なのか これはしっかり考えておかなければならないと思っています。そしてその議論の一環として、私はこの敵基地攻撃についても、これ、第一撃の攻撃というのは、これはまさにこの古い議論であります。しかし、第二撃にへの備え、この牽制するという意味では、こういった選択肢もあるんではないかと思っています。拉致問題については、これは、あの、あらゆる、 この直接会談もはじめ、あらゆる手段を考えなければいけませんが、まずはバイデン、アメリカ新政権の対北朝鮮政策、これを確認しながら、そして意思疎通を図りながら、具体的に我が国としてどう動いていくのか、これを考えていくのが順番であると思っていますじゃあ、河野さん。はい あの北朝鮮について、やはり情報収集能力を向上させていくということは、これ、やらなければいけないと思っておりますあの。それこそ衛星コンステレーションのようなことを考えていく必要があると思いますし、この見えたものをどう分析していくのかという能力をさらにさらに向上していくということは非常に大事だと思っております。抑抑止止力力を日米同盟ののの中でで高めめててていいいく北北朝朝鮮鮮とうは極特異な政治体制ですから対北朝鮮についての抑止力 これはいいろいろろなあの議論があると思います、えー。しかしあの、北朝鮮に向けての抑止力ということを高め、それをきちんとメッセージとして相手に伝えていくということはあの必要なんだろうと思っております。外務大臣時代、北朝鮮の外務大臣と何度かやり取りをいたしました。あのこれはあ先方の首脳とやらなければ解決しない問題だと思います。あの 首脳会談を目指していくという方針に変わりはございません、はいえー、とじゃあ、改めまして、外務大臣経験者お二人に日、最悪と言われている日韓問題についてお話を聞きます。まず岸田さんに、えー、最終的、不可逆的と言われた慰安婦問題をせあの合意を得た岸田さんがです、ね、今、この現状をどうご覧になっていて、どうすればいいんだというふうにお考えでしょうか。 はいあのー、今おっしゃったのは、あの2015年の慰安婦問題に関する日韓合意について、えー、だと思いますが、私はあの合意は今でも大変重要な意味を持っていると思っています。えー、この問題について、最終的、不可逆的に,に解決する、両国は今後、国際会議等において非難することはしないということを世界に向けて発信をした、それを世界が高く評価した。 あの合意です。日本としては、この合意の中身、すべて実行しましたかん。あなたはどうですかということを韓国に迫り続けている、これが現状です。これ、こうした国際的な合意、えー、そして他の問題も含めますと、条約、さらには国際法、えー、こうしたものを守るかどうか、 これがこの今問われている、これを、これすら守らなければ、将来に向けて何を約束しても未来が開けないということだと思います。対話は必要ですが、その基本をしっかり守りながら、韓国にこの考えてもらう、今言った点においては、ボールは韓国にあると私は思っています、はい、じゃあ、河野さんに、河野さんあの、明らかな報復措置であるといわれる、対韓輸出規制強化措置。 はですね、結すたとえば向こうが問題のきっかけだったとしても、この問題はこのままでいいとお考えですかあの日韓の問題は、やはりこの基本条約に反するような、これは司法の判断だと言われるのかもしれませんけれども、それは韓国内で解決をしてもらわなければならない問題なんだろうと思っております。ですからこれは韓国の政府に えー、しっかりと対応していただくというのがあ大原則だと思います。あの貿易について、えー、これについてはあの日韓両国できちんとあの話し合って。 必要なことはするけども不要なことはしないというのが原則なんだというふうに思います。これ本当に韓国側が何か問題が起きているならば継続しなければいけないし、その状況が解消されているならば、もうそれもその、 対策も不要になるととといううことだろうと思います日本から何かするっていう話ではないまあもうあの日本から韓国からと言わずにこの貿易の問題というのはもう両方からきちんと歩み寄って話をするというのが大事だと思いますもう一問河野さんにちょっと沖縄の問題を聞かせていただきますまあ基本的に我々心配している辺野古どうなるんだっていうのを聞いてもきっと何とかしますとおっしゃるだろうと思うので過去の話として聞かせていただきますが河野さんはかつて自民党の 日本地位協定、日米地位協定の改定を実現し、日米の真のパートナーシップを確立する会に関わられて、地位協定の改定の旗を振りました。だけど、外務大臣もやったのに、何も変わっていないんじゃないかという批判があります。これはななぜ変わらかかったのか あの地域協定そのものでなくとも、さまざまなルールであったり、協議の中で実態が変わってきたということがあります。これはあの環境問題にしても、いろんなことが動いていますあの。一番いい方法でこの状況を変えていくというのが大事なことであって、あのなんか地域協定を変えるか変えないかが政治問題化していけば、 あのこれはアメリカ側としても、なかなか受け入れることができなくなるんだろうと思います、大事なのは、この実態をどういうふうに変えていくかということなんだと思っていますすべて総理大臣になられたら、その日米合同委員会の議事録をです、ね、全面的にオープンするっていうようなことぐらいは、ここで公約はできないんですかあの日米合同委員会の中で、対外的に出せないものもいろいろあります。これはもう安全保障のの問題その他 あの出せるものについてはこれはなるべく出していかなければいけないというふうに思ってます。でもそうなってないんですよね。あのそこはあのしっかりと見ていきたいと思います。わ <laughs>、はい、かりました。はい。はい、あ、じゃ続いて憲法問題についてお伺いします。これは岸田さんにだけお伺いします。岸田さん記者会見で、はい、自分の人気内に目処をつけたいとおっしゃいました。はい、あれ私聞いて驚いたんですけど、これまで憲法改憲問題ずっと議論されてきて。 まあ、足踏みしているというか、進んでいない状況を、なぜ岸田さんは自分の任期内にメドがつけられるというふうに、何を根拠におっししゃったんでしょう、はい、あの私は政調会長時代、この、ま、地方政調会を通じて、さまざまな課題を取り扱ってきましたが、憲法問題、えー、特に、えー、政調会長時代後半、えー、地方政調会で憲法問題を取り上げて、 多くの皆さんと対話を続けてきました。その中で、今掲げている4項目、えー、自衛隊の明記、えー、緊急事態対応、教育の充実、そして合区、すなわち1票の格差の問題、これは多くの国民の皆さんに,に説明する中で、極めて現代的なこの課題であって、あの自民党はこういう議論をしてたんですかと、初めて驚かれる、こういった場面にずいぶん出くわしました。この えと改定の中身について、私は手応えを感じてきました。えー、ぜひ、この問題は、あのー、この現代の、えー、国民が生きる上で大変重要な課題を4つ揃えている、ぜひみんなに考えてもらえば、こうしたあの改正についても理解が進むと確信をしています。ぜひ、えー、このの会長時代のこの経験を、えー、しっかりと 形にするべく努力をしたい、はいはい、こういった思いを今言った発言の中に込めたわけです、はい、ぜひ努力をしたいと思ってますあの先ほどから河野さんと岸田さんにばっかり質問がいて高井さんと野田さんには大変申し訳ありません、えー、ただもう違いをくっきりさせるためにということでお聞きしてますのでこの後位継承除去点のについては河野さん以外は一応はっきりしてるんですよね、えー、野田さんは これは認めると。高井さんは。何を。女系天皇。いやいや、そういうことは申し上げてない。まあ、これは国民が決めることで。私たちは。選択肢として認めるってことです。お、そうですね。その議論をとざら、閉ざさないという意味です。あ、そういう意味です。かつまり、あの男系男子というやり方。そして、女性天皇。そして、その次という。そういう意味での、あの、お答えです。 はいわかりましたそれは非常にデリケートなんで、気をつけて取り扱っていただかない、ね、河野さんだけは、いや、どっちの認識では河野さんだけははっきりしてないとということで、有識者会議の意見を尊重するっていうまでしかおっしゃってませんよね126代続いた伝統を維持することが、うんあの、私は大事だということは繰り返し申し上げてきております。うん、で私ははこれまでな、えー、なののかかあるいは公別設計なのか まあいろんな選択肢があるよねということを申し上げてまいりましたが、有識者会議がかなり丁寧な議論をして、中間取りまとめをされましたので、私としてはまあそれ以上、私の意見を申し上げるよりは、この有識者会議の取りまとめで出てくるものを尊重したいというふうに申し上げております。ただ、のこの皇室の問題は、広く世の中の共感を得なければいけないことですから。 あのこの問題に熱心に取り組んでいるものとして、やはり世の中にきちんと説明をして、世の中がなるほどそうだねと言ってもらわなければいけないんだろうというふうに思ってますので、なんか内々で議論するよりは、世の中に対してしっかりとこう説明をしていくというのが、あの今、大事な問題なんではないかと思っています。そういうい意味で有識者会議がやっ

もともと推進派というふうにあの認識しておったんですけれども、今回はまあ議論すべきだという点にとどめていらっしゃいます、賛成ですか、反対ですか、はい、あの多様性を認める、そして実際困っている方がおられるわけですから、これは、これ、議論を進めるべきだというふうに申し上げてきました、そして議論は行われました、そしてその中で私も議論に参加して、えー、この夫婦、その、 ご夫婦、そのお二人の中でのこの整理はも,もちろん大事なんですが、やはり子どもの扱いについて、どうもこの私たちの国の現状を考えた場合に、えー、この十分理解できる制度はどうなのか、別々なのか、いつ決めるのか、誰が決めるのか、この点、もう少し少なくとも国民の皆さんの幅広い理解ということを考えたならば、 議論が必要なのではないかと、今、現状を考えています。ですので、先ほど申し上げた答えをいたしましたじゃあ、4人の方に政策以外の質問をさせていただきます。中曽根政権の後の竹下さん、宇野さん、海部さん、宮沢さん、小泉さんの後の安倍さん、福田さん、麻生さん、で安倍さんの後の菅さん、長期政権の後は、なぜかみんな短命なんですね。 かそのジンクスに陥らない地震が終わりかどうかそれはなぜかっていうのを簡潔にじゃあ河野さんから順番に。 はい、あのやはり国民に対する説明責任をしっかり果たすということに尽きるんだろうと思います。まあ、いろんな政策をやっていかなければいけませんけれども、なぜそういうことをやろうとしているのかということを説明する、まあ、あの賛成、す、え、べ、ー、ての方が賛成していただけるとは限りませんし、むしろそうでないことの方が多いのかもしれませんが、少なくともこういう意図を持って、こういうふうに考えてこれをやろうとしているんだということを伝えていくということで、 あの国民から意思は、意図は分かった、あの賛成はしないかもしれないけれども、なぜそういう考え方をするかというのは分かった、そういう国民に対する説明責任をしっかりと続けていくことで、この政権というものに対する支持、全体の支持というのを得ながらやっていきたいと思っています、はい、イエスかノーかで、ジンクスに陥らないぞ、俺はイエス、イエス,イエス、じゃあ、岸田さん、お願いします、はい、あのジンクスに陥らないか、イエスであります。<laughs> やはり長期政権が続きますと、その間、経済政策をはじめ、様々な政策、をずっと続けられます。長期政権になりますと、やはりいい意味でも悪い意味でも慣れが生じ、そして空き、まあ、も生じる、そういったことですので、それを続けるということになりますと、結果的に短期政権になってしまいかねません。やはり大大きな転換とといいいうもももののが大事だと思っててますですでから私もこの経済政策においても この従来の成長戦略だけではなくして、分配も組み合わせた好循環を作らなければいけない、新しい日本型の資本主義をこれからは切り開いていかなければいけない、はい、一つの新たな方向性を示しました、はい、こういった方向性を示すことが大事であり、はいえー、そして、えー、要するにジンクスに陥らないと確信をしておりまそこ、4人に聞いちゃったか、いいかじゃあ、すみません、高市さん。はい あの1年でやめる気はございません、やっぱりあの当初予算を見ていただくと、私が訴えてまいりました、皆さんが直面する、まあ、必ずあの目前に迫っているリスクに、今、対応しておく、着手しておく必要っていうのは、 しっかりご理解いただけると思いますし、説明を尽くします、で私たちの,あの総裁任期は3年でございますから、まあ、3年ごとに結果をご報告し、審判を仰いでいきたいと考えておりますりま、はい、野田さんはいかがですか。ょもちろん、関係ないですあの。30年近く身を置いていると、政権交代が起きるときっていうのは、野党の力ではなくて、身内の崩壊です。 ですから、まあ、それが結果として、いつも支持率を落としてきている要因だったと思います、それに気をつけて、新しい自民党を作れればいいと思いますりまいもう時間がだいぶオーバーしてしまいましたけれども、最後にお聞きしたいのは、私は50年近く国会ずっと見てきて、非常に投げかわしい、与野党が罵り合いっていう感じの毎日を送ってる、こんなことでいいんだろうか。 それは与野党双方に責任があると思うですから、まず与党の方から、今度総裁になられる方から、やはり野党と積極的に対話していく、そして変異のある国会にしてほしいと。そのためには真摯に議論し、余計な野次を飛ばしたり、罵し合いはやっぱりやめてほしいと。皆さんはやっぱ占領なんですからね、選ばれた人なんですから、ぜひそのことについて、深く胸に刻んでほしいと。 これからもうやめていく記者として、<laughs> ぜひですね、そのことを強くお願いして、もしご感想があれば、お聞きしたいと思います。いいですか、はいあの、岸田さんもそうですけど、外務大臣時代に外交をやらなければいけないのに、委員会に縛られて、おそらく外務大臣って10個ぐらいの委員会に呼ばれたらいかなきゃいけないという状況になっていて。 えー、大木さんの背中を追っかけようと思ってもどんどん向こうが先に行ってしまうという状況でありましたですから国会の議論のあり方あ審議の持ち方これはまあ立法府が決めることではありますけれどもあのー、ここはしっかりと ご相談をしなければいけないということとやはり霞ヶ関に莫大な負担をかけていますあの霞ヶ関の長時間労働のかなりの部分、えー、国会対応が原因になっている部分というのもあってこのまま行くと霞ヶ関が崩壊しかねないという危機感を持っていますやはりあの行政を切り盛りすると同時にこの立法府との関係というのも、えー、次のリーダー,あー重きを置かなければいけないんだろうと思いますですか はい、あの今、河野さんが言ったように、まあ、外務大臣時代、本当に多くの委員会に呼ばれ、本当にさまざまな議論をしてきました、その中で感じたことですが、同じこのテーマで議論をしていても、その質問者、要は議論の相手によって、その、えー、深まりのある議論ができる、あるいは大変気持ちのいい議論ができる、えー、しかし一方で、相手が変わると同じテーマなのに、 まさにののしり合いになってしまう。やはりこの質問者のこのありよう、品位、その姿勢、これは国会の品位という意味で大変重要なんだなと思います。言い換えるならば、やはり政治家の心構えによって、橋本さんおっしゃったような、この品位のある国会、国民から見て理解される国会、これは実現できるものだと思います。ぜひそうした心構えを持って、丁寧に、 国会論戦に臨む、これは国会議員として肝に銘じて、努力をしたいと思います、ご指摘、謙虚に受け止めます。はい あのご指導、本当にありがとうございます。あの私も情報通信大臣会合など、あの重要な国際会議を諦め、まあ、国会、えー、答弁に縛られていたというのが現状でございます。まあ、ただ、一方で、現在の私は、主権者の代表である国会議員でございますので、まあ、主権者の声をしっかり国会に届けるという、まあ、この国会重視の姿勢も考えなければなりません。まあ、ただやはり あの国会対策の,、まああの代表者同士でお話をいた,いただきたいのは、まあ、このままではもう官,官僚が過労死をしてしまう、それからやはり精神的にもあの病んでしまう。あのこういうい危機感を たびたび覚えました、えー。深夜のですね、11時や12時に、一行だけ地方税制についてと通告をしてきて、その委員が90分、えー、質問時間を持っていると。で、次の朝までに答弁を書きたいけれども、連絡も一切取れないし、それ以上教えていただけないということで、まあそういう場合にはもう答弁書を作んなくていいからと。で、行ってみれば地方税制の質問は出ないと。まあいうようなことで、本当に、あの、明け方まで、 官僚が質問取りをしたり、その議員が自分の家まで来たら教えてやると、非常に遠いところまで行かされたりとあの、そんなことまでございましたので、国会議員の方も品位を持ち、そしてまた閣僚、総理も品位を持ちということを心がけていきたいと思っております私は過去、2回野党を経験しました。 まあその時に、やはり、誤嚥なことをすると、必ず与党に戻った時に、自分が月けを払わなくなります。えー、自分の正義を押し付けるのではなくて、相手にもやはり正義あるっていう、そういう大人の成熟した国会を、政治を作っていきたい、それが私の,あの生きる道でございます。よろしししくお願いいまます、はい、ありがとうございました えー、まだまだ伺い,たい伺いたい質問もありますけれども、時間になりました、えー、これで今日の討論会をおしまいにしたいと思います。えー、河野さん、岸田さん、えー、高市さん、野田さん、本当にありがとうございました、また皆さんもご協力いただきまして、ありがとうございました。